ただいまから農林水産委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに馬場誠司君、藤末健三君、および新藤兼彦君が委員を辞任され、その補欠として平野達夫君、磯崎陽介君、および石井純一君が選任されました。また本日、石井純一君、および徳永恵里君が委員を辞任され、その補欠として、新藤兼彦君、 船山康恵君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため本日の委員会に理事会協議のとおり農林水産大臣官房総括審議官横山真君ほか6名を政府参考人として 出席を求めその説明を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め採用決定いたします特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします本日の本案の趣旨説明は既に聴取しておりますのでこれより質疑に入ります質疑のある方は順次御発言願います藤木信也君 自由民主党の藤木信也でございます。えー、本来、えー、特定農産加工業経営改善臨時措置法の、えー、質疑ということでありますが、私、えー、今週の月曜日、8日の日にですね、決算委員会で、えー、トンコレラについての質問を若干させていただいたわけですが、あれから3日でですね、えー、2件の発生が起きたということであります。 相当な危機感を持ってです、ね、えー、このトンコレラについて若干、冒頭、質問させていただきたいというふうに思います。7、えー、月の9日にです、ね、トンコレラの19例目の国内感染が確認をされたということでありますが。 えー、2日続けてのです、ね、発生であり、とても収束に向かっているというようなです、ね、感じを、私たちが感じることができないというような状況にある中で,です、ね、やはり今後、農林水産省としては、相当強い私は覚悟といいますか、決意を持ってです、ね、取り組んでいただかないと。 これ本当にですね、収束に向かうということがですね、なかなか困難な話じゃないかなというようなですね、危機感を、えー、持っております。そういったことでですね、えー、やはりこう、これまでの取り組み等々のしっかりしたですね、まあ、検証といいますか、反省といいますか、そういうこともやっていただかないといけないんじゃないかなと思いますし、えー、今回新しくですね、着任をされた 局長はですね、着任早々で、本当に大変な時期に疲れたわけですが、えー、今回のこの収束に向けてのです、ね、局長の新たなこう決意といいますか、心意気を聞かせていただきたいなというふうに思います荒井消費安全局長。えっとこれらにつきましては、これまで岐阜県および愛知県で計19例。 関連農場を含め五府県において発生が確認されているところでございます。今週も岐阜及び愛知県で計二県が発生をいたしましたが、いずれも監視対象下に置いてきた農場でございまして、両県では現在迅速に不込めをすべく貿易作業を行われているところでございます。トンゴレの発生を予防するためには何よりも発生地域の農場におきまして、使用衛生管理を遵守していくということが重要でありますことから、 国が指導いたしまして、使用衛生管理の遵守状況の再確認と関善を進めてきたところでございます。このような中、4月4日には、両県に動物衛生課長ほかを派遣いたしまして、使用衛生管理基準の指導事項の改善と具体的なポイントについて意見交換を行いました。今回の発生を受けまして、明日と月曜日、また両県と意見交換を行いまして、早急にいろいろな改善点について議論を深めたいと思っているところでございます。 それからイノシシの感染予防対策につきましては、これまで捕獲の強化や防護策の設置に取り組んでまいりました。さらに3月からは、我が国初めての試みといたしまして、野生イノシシに対する経口ワクチンの散布を開始したところでございます。現在、第1回目のワクチンの散布にかかるイノシシの捕獲調査、サーベイランスを実施しているところでございまして、第2回の散布につきましても、今月下旬から解消するということを考えているところでございます。 コラの対策につきましては、4月9日に衆議院および参議院の農林水産委員会でいただきましたご決議も踏まえまして、これ以上の感染防止を防ぐべく、各省都道府県と一斉に連携を密にしながら対策に取り組んでまいりたいと考えております藤木駿也君。はい、えー、やはりですね、その地域の養豚農家の方というのは、本当にです、ね、日々、きょうきょうとした中でですね今、仕事をされているんだと思います。 ぜひですね、もう一件も発生をさせないんだという強い気持ちをです、ね、持っていただいて、お取り組みいただきたいなというふうに思いますし、このトンコレラ特にです、ね、この人や車両の交差汚染防止とです、ね、野生動物からの感染防止といった形で,です、ね、非常にこう守備範囲は広いんだろうというふうに思います。全国かららの人的なな支援等をです、ね、行っていただきながら ぜひともですね、早急な収束に向けて吉川大臣を中心に強いリーダーシップを取っていただいてですね、農林水産省また岐阜県、愛知県とですね、一丸となって収束に向けてお取り組みを強化していただきますことをお願いしたいというふうに思います。またやはりですね、アフリカトントクレラの問題も当然同時に心配をしなくてはいけない問題だと思います。先般はですね、国内の え空港でですねギリギリのところでこう水際のえ対策がこ功を奏してですね発見ができたということでありますけれども、国内に持ち込まれてからですね、えー、の水際対策ということも大事なんですけれども、できればですねあちら、もう出国側にですね、えー、ぜひ出向いていただいて、ですね、えー、お取り組みをいただければなというふうに思います。特にこの 今回、いろいろとですね、持ち込みが激しい国、まあ、件数が多かった国というのがベトナムであったり、中国だというお話をお伺いしております。空港の数、港の数というのはですね、相当限られてくるだろうし、その出国をされる時間というのもですね、相当限られてくるんだろうと思います。ぜひ、えー、日本の人間がですね、そちらに出向いて、えー、周知徹底、もう、チラシとかではなくてですね、やはり口頭でしっかりですね、発信をしていただくことによって、 あちらの方でですね、そういった品物をもう出していただくというような取り組みもですね、強化をしていただきたいなというふうに思います。やはりこう自発的にというのがその原則なのかもしれませんけれども、やはりですね、日本にはもう持ち込めないんだというです、ね、意識をつけていただくためのです、ね、お取り組みを同時にですね、取り組んでいただければと思いますが。 役所と農林水産省としてのですね、えー、見解を聞かせていただきたいと思います新井局長。法律外国人によります輸入禁止畜産物の持ち込み防止策につきましては、委員ご指摘のとおり、まず持ってこないということと、持ち込ませないということが重要だというふうに感じております。 従いまして、手荷物によって我が国に持ち込むことが禁止されて、無理をしっかり周知をするということが、まず第一だというふうに考えております。このため、具体的には、我が国だけではなく、上海、南京といった海外の空港におきましても、まずポスターを掲示する。それから直行便におきましては、機内アナウンスを今、徹底をしているところでございます。それから、え、ー 今月下旬から政府の広報キャンペーンも使いまして、海外で集をしていきたいと考えております。まあ、具体的にはそれらのものよりも SNS といった媒体が有効かというふうに考えておりまして、2月1日から中国やベトナム国内の SNS を用いまして、動画配信を開始したところでございます。これにつきましては、中国ではすでに124万 県の、いわゆるページ閲覧、それから動画につきましても三十九万件の動画閲覧があったということでございまして、一定の効果が見込めたではないかと考えております。それから特に国別法,法日旅客数一位でございます中国に対しましては、観光庁を通じまして訪日ツアーを実施する中国旅行会社に 日本には畜産物が持ち込めない旨、周知をしていただくということと、それから今月22日からの厳罰の厳格化というものを周知の徹底をお願いしております。これによりまして、旅行に来る前にですね、まず持ってこない、それから空港等に集まったときに、現地の空港で廃棄していただくということがより多くなるのではないかというふうに期待しております。さらに加えまして、外務省と連携をいたしまして、ビザ取得時にリーフレットを同封して渡すということも積極的にやっていきたいと思っております。 加えまして、ご決議を9日にご決議をいただきましたので、各省にさらなる対応ができないか、今現在、要請をしているところであります、まあ。あらゆる手を尽くして持ち込ませない、まあ、持ってこない、持ち込ませないといったことで、アフリカトンコレラの対策に万全を期してまいりたいと考えております藤木純也君、はいえー。相当なです、ね、今後の取り組みの展開のお話も聞かせていただきましたが。 ですね、やはりこうできるだけ、えー、もう国内よりも先の方でです、ね、早め早めの対応を取っていただくことによってです、ねえー、持ち込まない、まあ、こちらの方にですに、ね、病気が入ってこないというような予防を線をです、ね、張っていただきたいなと思いますし、えー、今回これ,がです、ね、これらということで、まあ、養豚農家の方々に対してのです、ねえー、病気になりますがやはりまだまだその隣接をする、えー、中国、韓国 東南アジアといった国には抗定期であったり鳥インフルエンザだったりというですね、えー、伝染病は、えー、しっかりですね菌を保有した国としてですね、えー、あるわけですので合わせてですねそちらの方の予防もですね、えー、厳格にとっていただきたいなというふうに思いますこれだけですね私もずっと度重ねて質問をする中でまだ熊本が取り組みが緩いのかなんかわかりませんけれどもできればですね全国の空港港にはですね せめて足踏みマットぐらいはです、ねえー、農水省の方からの指,摘指示で,です、ね、置いていただくような取り組みというのを早急に行っていただきたいなと思います、やはりこう本当にです、ね、発生してからの予算と、予防をする予算と、どちらがいいのかというのをです、ね、もう一度しっかりです、ね、農水省の中で審議をいただいて、お取り組みいただければというふうに思います。えー、それでは、えー、本題に戻って、えー 農産加工法の方の話に移らさせていただきたいと思いますが、えー、まあ私もですね、えー、こういう法律があるというのは、えー、知らずにこれまで、えー、おりました。大変こう恥ずかしい話ですが、勉強不足で、えー、このようなですね、えー、質問をさせていただくということになったわけですが、 えーまあ、あの牛肉オレンジの自由化をです、ねえー、対象に、こういう取り組みが行われだしたんだというお話を聞いたわけですけれども、この法律のです、ねえー、趣旨といいますか、そういったところをです、ね、改めて教えていただければと思います吉川大臣。あのただいまの 特定農産加工法の趣旨について、えー、申し上げる前にですね、そのマットですけれども、えー、海外から線に関しましては、すべての空港でマットは置いて、えー、ございます。必要であればですね、徹底的にまた調査をして、必要なところにはしっかりとそういったこともやりたいと思います。それからさらにあの、えー、ゴールデンウィークがもうまもなく10連休でもございますので、 入国をされる方々に対しましてのです、ね、少しご不便をおかけをすることになるかもしれませんけれども、各府省と連携をしながら、この水際作成というのは徹底して行わなければなりませんので、えー、厳しく、まあ、厳格化を,をもうさらにしっかりと対応してやりたいなと、こう思っております。今、ご質問いただきました件でありますが、この農産加工品の関税の引き下げや撤廃によりまして、 農産加工業者の経営に支障が生じるおそれがあるとこの認識をいたしておりまして、このため、本法はこのような支障が生じる特定農産加工業者に対しまして、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、経営の改善を促進することを目的としているものでございます。また、本法に基づく計画の承認に当たりましては、 地域の農産物の利用の促進、または地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであることを要件としておりまして、本制度はです、ね、国内農業の発展にも資するものであると存じております藤木信也君。ありがとうございます。えーまあ、大変い,い取り組みだ という,ふうにです、ね、私も、えーまあ、認識はいたしております、今、えー、大臣がです、ね、足踏みマットの話をされましたけれども、おそらくそれはです、ね、国際空港といいますか、国際線の,方のですの、ね、ターミナルに敷かれているものだと思いますが、最近の頃の旅行者というのは、旅なりをされたのかなんなのか、いろいろとです、ね、地方の都市に、えーまあ 国際線で来て、えー、乗り継ぎをしてですね、出発をされていくということであります。えー、大体潜伏期間がですね、皇定駅だったらもう1週間ほど空けなくてはいけないというような中でですね、そういう方が来られていますので、できれば国,国内線の方もですね、えー、そういう取り組みを行っていただきたいというふうに重ねてお願いをさせていただきます。えー、また、あの今、今、えー、大臣から説明がありましたように、えーまあこん 体力強化のためのですね、えー、特別措置だというお話ですけれども、この、えーまあ、特定農産加工業者にですね、支援を行ってこられたんだというふうに思いますが、どれぐらいのですね、えー、方がこういう事業を利用されてですね、えー、これ今日まで進んできたかという、この実績をですね、教えていただければと思います。はい、塩川食料産業局長。お答え申し上げます。 本法が制定されました平成元年度から29万、十九年までのですね、間、都道府県知事によりまして、1619件の計画が承認されているところでございます。また、日本政策金融効果の融資は同じ期間で1801件、7289億円。 また平成25年度から29年度までの直近5年間で見ますと、237件、1261億円となっているところでございまして、制度を創設後ですね、30年を経過した現在でもですね、多くの企業の方に活用されているというふうに認識しております。さらにあの、事業所税の特例でございますが、これは公表されております、平成23年度から29年度までの間でですね、668件というふうになっているところでございます。 びっくりしました、えー、本当、しっかりですね、えー、これを活用していただいてです、ねえー、過去の業者の方がです、ね、お取り組みをされているということで、これ、えー、安心をしたわけですが、えーまあ、あの時間がないんで,です、ね、ちょっと飛ばさせていただきますが、えー、これだけです、ね、多くの、まあ、利用者といいますか、事業者の方がです、ね、ご活用いただく事業 と言いますかなわけですけれども、この t p p 1 1協定や日、e ね、日 EU の EPA の発行などです、ね、本格的な国際化に直面する中で、今後も継続的な対応が必要なんだろうというふうに思います。これまで,です、ね、特定の参加工法というのが、期限延長を行ってです、ね、これまで来たという背景がありますが。 これなぜ、高級化をです、ね、されずに、こういう形を取ってこられたのかというところのです、ね、理由を教えていただければと思います塩川局長。特定農産加工法はです、ね、昭和63年の日米協議に基づく牛肉柑橘、農産物輸入品目にかかる自由化等の国境措置の変更による農産加工品の輸入の増加等に、 対応するため、5年間の臨時措置をといたしまして、平成元年に制定され、以後5回にわたりまして延長されてきております。輸入にかかる事情の変化への対応という制度の趣旨を考慮すればですね、有効期限を迎えるごとに、農産加工品の輸入をめぐる情勢の変化等を踏まえまして、その存続の必要性を検討することが 適当と考えていますことからですね、今回も引き続き実現立法とすることが適当と考えているところでございます。藤木信也君、ありがとうございました。え、まあ、あのこれ前回のですね改正時に、えー、参議院の農林水産委員会において不対決議が、えー、なされております、えー。農業生産者と農産加工業者による六次産業化や えー、農商工連携の取り組みを推進するために、必要な措置を講ずるということがです、ね、記述してございます。えー、これに関連して、えー、実施された具体的なです、ね、施策について、えー、教えていただければと思います。塩川局長 今、委員が御指摘いただきましたようにですね、平成二十六年の参議院のですね、農林水産委員会におきまして、農業生産者と農産加工業者による、六次産業化や、えー、農商工連携の取り組みを促進するために必要な措置を講ずることと、とのですね、付帯決議がなされたところでございます。これを踏まえまして、農林水産省では、引き続き、六次産業化や農商工連携を推進するため、マーケティングの専門家の派遣、 など、各種団に対応する体制を整備しました。また、食料産業、六次産業化交付金によりまして、新商品開発や販路開拓、加工販売施設等の整備への支援を行ってまいりました。また、農林漁業成長産業化ファンドの支,出等による支援も行ってきたところでございます。今後もこれらの措置によりまして、六次産業化や農食連携の取り組みを推進してまいりたいと考えております。藤木信也君。 あの、今いろいろとですね、説明を聞く中で、えー、これまで知らなかったことでですね、だいぶ地元の方で損をしているなあというのをですね、えー、改めて感じさせていただきました。えーまあ、あの今国はですね、えー、1兆円目標で輸出をですね、取り組みの強化を行っているわけですが、えー、農林水産物、また食品の輸出でですね、9000億を超える金額がですね、最近、えー、取り組みとしてなされておりますが、この 本事業を使ったですね、有、えー、資先機で、えー、まあ、こういう取り組みがあるんですよというようなですね、素晴らしい取り組みがあるんでしたら、えー、一例とかですね、教えていただければと思います。塩川局長、本法はですね、あの輸出に向けた生産量の増加を直接の目的にしているものでございませんが。 本法によるですね、支援措置を利用しまして、特定量、特定農産加工業者の中にはですね、製造した商品の輸出にも積極,に積極的に取り組んでいるところも、方もいらっしゃいます。例えば、青森県のリンゴ果樹事業者でございますが、新工場を建設いたしまして、地元産リンゴを資源量としたジュースをですね、台湾、香港を中心に12カ国に輸出している例がございます。 また和歌山県の果重事業者でございますが、えー、ジュースの重点ラインの改造を行いまして、国産100%のみかんジュース、桃ジュースを、えー、台湾、香港、シンガポールに輸出している事例がございます。引き続き、外国製品との差別化を図りまして、輸出に取り組む特定農産加工業者に対しましても支援を行ってまいりたいというふうに考えております藤木信也君。ありがとうございます。えーまああのー これはちょっと私もですね、かぐる意味でですね、ちょっと聞かせていただきたいんですけれども、この事業を使ったです、ねえー、農産加工業者がです、ね、まあ、利益追求のためにといいますか、国内産の農畜産物を使わずにです、ね、輸入農畜産物を使って、こういうこのなんていうかな、えー、利益率を上げているというような人が、 いないとも限らないんじゃないかなというふうに勘ぐるわけですけれども、そういったところのです、ね、確認といいますか、そういったところはこれ、行われているんでしょうか塩川局長、えー、地域農業の健全な発展を図る観点から、あ特定農産加工業者にです、ね、国産農産物の積極的な利用を促していくことは非常に重要だというふうに考えております。 え先ほどあの大臣が冒頭にです、ね、あの本法の指示をです、ね、お答えされましたが本法の経営改善計画の承認に当たりましては地域の農産物の利用の促進または地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであること。 とといいう要件を課しているところでございますこのため、支援を受ける特定農産加工業者がです、ね、輸入農産物を利用することは排除するものではありませんが、現状以上にです、ね、国産農産物を利用することになるというふうに考えているところでございます藤木信也君、ありがとうございます。 えー、大変ですね、いい取り組みがなされているんだろうというふうに思います、えー。しっかりですね、その辺のメリハリの効いたですね、対応も取っていただきながら、えー、できればですね、えーまあ農家の、農家の方がですね、直接出した野菜で6、えー、次産業化を進められている方、またこういう業者がですね、加工されたやつを使ってですね、地域で6次化をされる方々、いろいろな取り組みが、 あるんだろうううといいうふうに思いますしっかりです、ねまあ、私たちも後押しをしていきたいと思いますので、この、えー、法律についてはです、ね、ぜひとも、えー、農林水産省の方でも頑張って取り組みの強化をです、ね、行っていただければというふうにお願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました 小川克也君。立憲民主党、民友会希望の会の小川克也です。今、藤木先生の質問で確認をいただきましたけれども、牛肉オレンジの輸入解禁が契機となって作られた法律案だというふうに理解をしております。牛肉オレンジのときには、私は当然議員ではありませんでしたけれども、日本国中大騒ぎをした覚えがあります。そそしてその後ガットウウルグアイラウンド 米の輸入のときにも大変な騒ぎをしたわけでありますけれども、その後、TPP の議論のときには私たちは、この議会にいたわけでありまして、騒ぎが少し足りなかったのかなというふうに反省をいたしているところであります。まあ、いずれにしても、我々の国は貿易国家でありまして、さまざまなものを工業製品をはじめ輸出をする中で、世界の中でトレード、いわゆる貿易、 通称を大事にしながら、私たちの国の国内の農業や加工も大事にしていこうという国だということは、確認をさせていただいているところであります。そして農業だけではなく、地域のいわゆる産業を維持する、農村集落を維持するためには、農産物を作るだけではなくて、加工をして販売をする、ご確認をいただきました、農商工を連携、私たちは6次化、 あるいは六次産業化などという言葉も使わせていただきましたけれども、まあ、大事な概念だというふうに思います。まあ、しかしながら、えー、今冒頭申し上げましたように、TPP-11 やあ EPA、まあ、大変大きな変わり目の中にあるわけであります。まあ、そんな中にあって、まあ、牛肉オレンジの時とまあ同じようなまあ外圧と今回の お五年間の延長、特定加工農産法の審議をしているわけであります。特に TPP-11 や EPA を意識した上で、大変この特定農産加工の分野で、逆風の嵐に見舞われそうな業種、あるいは 日本のさまざまな農産物の加工品も世界に受け入れられているわけでありますので、まあ、攻めの農政という言葉私私、あまり好きではありませんけれども、この部分はチャンスだなと、まあ、こういったいろんなあ気配も感じ取っておられるのではないかというふうに思っています。ままずご答弁をいいただければと思います塩川局長 TPP-11 や日 EUEPA の発行によりまして、えー、農林水産物や加工品の関税が削減撤廃される品目のうち、もともと EU 等からの輸入が多い品目や、EU が高い競争力を持つ品目につきましてはですね、えー、厳しい状況となる恐れがありましてですね、えー、具体的にはパスタだとか菓子、それからあの砂糖の各業種への影響がですね、やはり懸念されるところでございます。他方、例えばですね、EU 向けの輸出が可能となります第三国リストに掲載された カステラなどのです、ね、肉類を含まず、えー卵,やえー、と卵とです、ね、乳の割合が合わせて50%未満などの条件を満たす一部の加工食品、それから EU 諸国ではまだなじみのないです、ねえー、日本独特の食品である米菓ですね、米の菓子、米菓などの米加工品につきましては、今後、さらなる輸出拡大が期待されるものと考えております。 小川勝也君冒頭申し上げましたとおり、農産物をいわゆる農村エリアで、いわゆる生育、販売するだけでは、地域の人口が確保できないという、その状況がもう目に浮かんできております。ですから、いわゆる農産物の収穫だけではなく、加工して販売、そこにいわゆる雇用と、といわゆる農村集落に人がいる、あるいは、 付加価値を取るということを、これ大事なことだと思いますので、引き続きよろしくお願いをしたいというふうに思います。平成三十年の農林水産物のお、あるいは食品の輸出は、九、ま、千、あ、億円に上っているようであります。このうち今、今、議論しております、特定農産加工業にかかる農産加工品は、まあ、どの程度のおシェアを占めているのか、お答えをいただければと思います。塩川局長。 特定農産加工業種に係る農産加工品の輸出額はですね、ちょっと30年はないんですが、29年では293億円でございまして、えー、っと、29年のですね、輸出額8071億円でございますんで、まあ、単純に割り算をしますとですね、4%というふうになります。小川克也君。 改めてでありますが、藤木委員から、これは、ま、高級法化しないのかというような問いがありました。私も同じ問いを考えていたわけでありますけれども、まあ、今回、5年の延長ということで、提案をさせて、されておられるようであります。今後の5年間は、この法律にとってどんな5年間になりそうなのか、お答えをいただければと思います。塩川局長。 え先ほど少しあのお答え申し上げましたが、ね、TPP11、それから日 EU ・ EPA で,です、ね、農林水産物や加工品の関税が削減撤廃されることによりましてもともと EU 等からの輸入が多い品目<あ> あるいは EU は高い競争力を持つ品目につきましては、厳しい、今後5年間ですね、厳しい状況があるんじゃないかというふうに思っております。一方で、先ほど申し上げましたように、EU 向けに輸出が可能となるような、第三国リストに掲載された品目だや、あるいは相手国でなじみのない日本独特の食品につきましては、輸出拡大が見込めると、こういう5年間ではないかというふうに考えている小川克也君。えこの質問の準備をさせていただく際にですね、 えー、農林水産省から平成24年度特定農産加工資金融資先33事業者の内訳という資料をいただきました。で、これは調査室で作っていただいた資料にも載っております。それによりますと、えー、事業実施前が売上高2356億で5年後にそれが3340億円となって、えー、いわゆる 従業員数が一万一千人で、えー、事業実施後一万九千人に伸びているというデータをいただいております。それで、売上高の利益率の推移で言うと、まあ、2.86倍というこの資料が出ているわけであります。で、その時にですね、えー、一緒にいただきました、この日本政策金融公庫の特定農産加工資金の融資のためのパンフレットを見させていただきますと、この要件には、 まあ融資額のうち、2億7000万円までというような、えーあ、ごめんなさい。これは、あの、利率の話でありますので関係ありません。えー、対象は、この中小企業者に限りますと書いてあるんですね、えー。特定農産加工資金の融資を制度的に受けられるのは、まあ、中小企業に限りますと。で、この中小企業というのはどういう会社ですかっていうのは、下に説明がついておりまして、資本金が3億円以下。 常時する従業員数が300人以下の会社と、まあ、こうなっているわけであります。で、質問通告のときには気づかなかったわけでありますけれども、33事業者で、えー、従業員が1万9000人ということであると、すべてが中小企業者ではないという、このデータ上の関係になります。この辺、私はちょっと、えー、腑に落ちないものですから、適当なお答えがあるとすれば、教えていただければと思います。 塩川局長、えー、すみません、ちょっと私、あのそこの今、数字は持ち合わせてないんですが、あの食品企業のです、ね、99%は中小企業でございますんで,です、ねあの、基本的に中小企業を対象にして、今回、特定の産加工の,、ね、の資金をですね援助しているというのはあの、おかしいことはないというふうに思っておりますが、ちょっと今、その数字、持ち合わせてないものですから、ちょっと確認させていただきます小川克也君、融資要件が300人以下の従業員ということなんです。 それで、特定の33事業者ということで、計算すると、これ、9000人ですよね。1万人になるのに、えー、従業員が1万9000人になってるんですね。<laughs> で、まあ、私どもにとりましては、まあ、経済産業省が分類する中小企業と、我々が農村エリアで考える農産加工の中小企業っていうのは、まあ、だいぶこれがき、 あの概念がずれているなという意識がありますので、これ、共有化させていただくために、この質問をわざとさせていただきました。私は、中企業というのが、限りなく大企業に近い中企業はあったとしても、国内で生産される農産物を加工していただくということでいうと、大いに意義があるというふうに思っておりますけれども、さらに意義があるのは、地域に根ざした中小および小の企業が、 千葉の農産物を加工して、付加価値を都会や外国から取ってもらう。まあ、これが私が考える理想だと思っておりますので、それは農林水産省も多分同じ思いだというふうに思いますので、受け止めていただければ、その先は結構でございます。その中小加工業者には、他の業種と同じような悩みが今出退しているのではないかというふうに拝察をいたします。それは人手不足であります。えー、これは、 都市部のいわゆる中以上の加工企業であれば、いざ知らず、農村エリア等に所在しております、中から下の農産加工の工場などでは、人手不足が多分深刻になっておられるのではないかというふうに思っておりますけれども、農林水産省ではどのように把握をされておられますでしょうか。塩川局長 まずあの先ほどのちょっと問いに関しましてちょっとあの付け加えてさせていただきたいと思います。あの 広告のパンフレットに書いてございますようにですね、中小企業の,です、ね、あの定義といたしまして、資本金が3億円以下、または常時使用する事業,従業員の数が300人以下の会社と、またはになっておりますのでですね、そこで入っているのかと思います。それからもう一つ、あの中小企業に限定をしたのは平成20年10月以降になっておりましたものですから、そこもあの影響しているのかなというふうに思っております。次に、人手不足の状況でございます。 特定農産加工業を含む食品製造業のうち99、先ほど申した99%を占める中小企業におきまして、創業継続に支障をきたすなど、深刻な人手不足の状況だということは承知をしてございます。食品製造業全体では、向こう5年間で7万3千人程度の人手不足が見込まれます。このうち生産性向上により、2万7千人程度、 分を圧縮した上で,です、ね、追加的な国内人材の確保、これを1万2000人程度で、で残り特定技能を外国人の受け入れは3万4000人程度ということで対応したいというふうに考えているところでございます、特にあの今般の特定技能を外国人の受け入れ制度はです、ね、企業の代償を問わずです、ね、活用できる仕組みになっておりますので,です、ね、国として47都道府県に対しまして説明を行ってておりりまます引き続き続制度の周知にに努めてまいりたいといたとう,ふうに考えております。 小川克也君まあこれは深刻な悩みがまあ国全体で今、直面しているわけでありまして、農林水産省の優秀な役所の皆さんが手を差し伸べれば何とかできるという事柄ではないということは、重々承知をいたしておりますけれども、やはり地域に与える影響が非常に大きいということが一つ言えます。それから農,産農作物のうち 様々な形で販売する以外のものを加工するという概念が、これ大事なことでありますので、そのことにとっても、現在稼働している工場が存在する、稼働しているということが非常に重要なわけでありまして、まあ、地域農政局を含め、しっかりウォッチをしていただければというふうに思います。あまり好きな言葉ではありませんけれども、えー、平成から令和にかけては、えー、人手不足倒産が深刻な 状況になるという予想がされております。合、え、わ、え、せてお伺いをいたします。冒頭申し上げましたとおり、出だしは、オレンジであります。すなわち、我が国におけるみかん業者が、いわゆる安いオレンジやネーブルが入ってくることで、まあ、大変なことになるということで、この制度ができたんだというふうに思います。まあ、言うまでもなく、みかんのまま、あるいは柑橘のまま出荷する。しかし、 この果樹業界は、まあ、見た目が悪いとか、あの傷がついているとか、加工に回さなければならないものがある程度あ、一定程度以上出てくるので、この農産加工が大変重要だという概念からスタートいたしました。で、先ほど日、日、王 EPA のことで申し上げますと、局長からもサジェストがありました。まあ、パスタが入ってきやすくなる。それの前にですね、で、実は、 トトマのの加工品がもすすごいあのシェアでで攻めてくるわけであります私も自分で料理をするときに、パスタを作るときに、トマトの缶詰を利用するわけでありますけれども、まあ、スーパーで買うと100円以下なんですね、だからホールもカットも、あるいはピュレなんかも、えー、イタリアの食材をまあうまく輸入してくれる業者さんも、消費者にとっては今、大人気であります。 まあ、この委員会でありますので、固有名詞は申し上げませんけれども、そういう海外からの食材を輸入してくれる業者さんは、まあ、台所にとっては非常に大事な、あの、相手でありますけれども、その、先ほど柑橘においてお話をさせていただいたことが、まあ、トマトにおいても同じことが言えるわけであります。で、ご案内のとおり、昨今の委員会でもお話をさせていただきました。スーパーに行って値段が取れるものは何かというふうに考えたら、 まあ、高付加価値トマト、あるいは、あニンニク、なんていうふうに例示をさせていただきましたけれども、まあ、トマトもいい、その、栄養価やあ、食味、あの、リコピン、うん、さまざま糖度含めて、さまざまな、えー、産地が形成をされております。しかし、トマトも、えー、そのまま生殖用として出荷できるものばかりではありません。えー、すなわち、トマトにおいても、この加工が、 非常に重要なわけであります。オレンジからスタートしたこの果樹からの加工でありますけれども、まあ日欧 EPA がまあこういうことになりましたので、果樹及びトマトに特化してご答弁をいただければと思います。塩川局長、まあ委員がご指摘いただきましたようにですね、果実の加工品あるいはトマトの加工品。 これの輸入がですね、えー、増えますと、えー、農産加工業者、この方々に直接の影響はもちろんありますが、その農産加工業者の当然生産量がその分減るとなりますとですね、そこの農産加工業者に出している原料の農家の方に影響、それからもう一つはその農その輸入した農産加工品に引きずられて、こ国こ内農産加工品の価格を下がるということで、原料価格も下がる可能性があるということで、あのこ、こら辺の原料生産にも影響を与える、 ことがあるというふうに考えております。従いまして、えー、今回、この特定農産加工法を延長いたしまして、引き続き国内の加工業者に対する長期定理の融資や税制面での優遇による支援を行いましてですね、えー、農産加工業者の経営改善と、それから合わせまして、地域農業の生産振興、これ両方合わせてやっていきたいというふうに考えております。<上>小川克也君。えー、先般、この委員会で、えー、いわゆる トマトの生産方法が高度化しているという話をさせていただきました。いわゆる高度なハウスで栽培をし、いわゆる温度、湿度、二酸化炭素量などをしっかり把握し、コンピューター AI と連動させて必要な栄養素を適時投入するということであります。それで品質を揃える、あるいは付加価値を高めるという、その素晴らしい高レベルのトマトが 全国的に、まあ、言葉悪いですけれども、戦争をしているという状況であります。戦いをするということは、敗者が生まれるわけでありまして、これは、ハウスやその、えー、いわゆる AI やコンピューターとの連動などというと、まあ、投資の額も大変大きいことになってきてますので、えー、この間、市況がちょっと崩れたときに、あの、青ざめた方が相当おられますので、ここはトマトに特化をして、えー、生産局の仲間と、 しっかり連携をしてウォッチをしていただければというふうに思います。それから、えー、パスタのこともありましたけれども、逆にいい国産小麦を利用した、えー、面製造が、まあ、盛んになっている部分もあります。私どもの北海道も、えー、農士や研究施設と相まって、まあ、面適性の小麦、パン適性の小麦、そして 北海道産というブランドで、まあ、おいしいパン、あるいは、えー、適性のいい麦と、そして、それを、パンを製造する業者とのコラボレートで、えー、動産小麦からパン、同産小麦から中華麺、まあ、こういった例も多々、排出をされています。それから、えー、イタリアから安いパスタが入ってくるという反面、えー、私も、 道の駅等で珍しいものがあったら買ってくるわけでありますけれども、これまた、同産小麦、国産小麦を利用したパスタの製造なんかもスタートしているようであります。まあ、成功例をご紹介をいただいた上で、これからも期待できる分野かどうか、えー、ご答弁をいただければと思いままますす塩川局長お答え申しし上げます日の、e、の締結にによりましてパスタの関税がです、ね、11年目に撤廃をされます。 で、ブランド力の、ブランド力にあるですね、イタリア産のです、ね、パスタの輸入が増加する恐れがあることから、今回、えー、特定農産化工業者にですね、パスタ製造業も追加したところでございます。一方、今、委員御指摘のとおりですね、国内ではすでに複数のメーカーが、国産小麦協力をですね、利用しましてですね、国産パスタをですね、製造をして、し始めておりますしですね、また、あの、これまで国内で、えー、栽培が難し,か難しかったパスタ用のですね、ディラム小麦、 これの栽培もですね、栽培方法も確立をされましてですね、これを原料とするパスタの製造もですね、今始まっているところでございます。今後、国産小麦を利用するですね、パスタ製造業者が、この本制度をですね、活用いたしまして、経営の改善をですね、促進されましてですね、地域の農業が健全に発展することをですね、我々もですね、願っているところでございます。小川克也君。合わせましてですね、 あのヨーロッパはチーズの先進国でありましたフランススイスイタリアから、まあ、大変おいしいチーズが輸入しやすくなるわけであります、まあ、先日もあるレストランでお話をさせていただきましたらまあ伊勢丹等で購入する小売価格は結構高かったわけでありますけれども、まあ、関税撤廃によってより あのリーズナブルになってくるわけでありますこ、まあ、この中にも、昨日あたり食べた方もおられるかもしれませんが、まあ、チーズおいしいです。これに負けず劣らず、えー、北海道では、まあ、最近、本当においしいチーズが生産されるようになりました。まあ、これも手前みそで申し訳ありませんけれども、北海道産のワインもおいしくなってまいりました。まあ、これはは、まあ、インンバウンドにとっては まあ大変強いあの戦略物資だというふうに思います。また、ニセコチャンエリアは、まあ、常駐という言葉ばがまあ不適切ではありますけれども、いつも外国の方がいるという街にもなりました、まあ。道産のワイン、北海道産のおいしいチーズ、それからまあおいしい北海道産のまあお肉なんていうのがあるとですね、まあ、大変、 我々にとっても嬉しい話であります、まあ、チーズについての、えー、受け止め、それから期待についてもお答えをいただいておきたいと思います塩川局長、今あの、委員がご指摘いただきましたようにです、ねまあ、国内におきまして、例えばモッツァレラチーズのようなです、ねえー、そういう,う、まあ、どっちかというとあの高級のブリンに入るんでしょうか、そういうチーズをはじめたとする乳製品。 に対してニーズは高まっておりますがですね、特定農産加保護者の中にもですね、 この本法をですね、えー、の、本法の支援措置を活用してですね、えー、乳製品の増産等のですね、経営改善に取り組んでいる方々もですね、出始めているところでございます。えー、今般今般ですね、この本法をですね、えー、延長いたしまして、引き続き国内のですねあ、その乳製品のですね、加工業者に対する長期定理の融資や税制面でのですね、優遇による支援を行いましてですね、えー、経営改善と地域農業のですね、えー、生産振興を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 小川克也君あの先般、畜安法の改正もこう行われました。それから、生産局の畜産関係の皆さんとも、も様々議論させていただいてまいりました。これは、まあ、省内の連携を密にしていただいて、まあ、力強いチーズの未来について、お取り計らいをいただければというふうに思います。えー、さらにですね、えー、私が、えー、この おー、特定農産加工というふうに議論させていただいて思い浮かべるのは、まあ、先ほどギャップがあるというふうに申し上げましたけれども、まあ、生産地、いわゆる農村で、えー、様々な生産した物資を利用して加工するということが、まあ、頭から離れないわけであります。もともと申し上げましたとおり、この農村においては合理的な農業経営を行えば、 どん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 人口が少なくなってしまう。ですから農村の元気が保たれなくなる。ですから、この加工、流通、販売で地域を元気にするんだという思いが私には強いわけであります。そして、えー、先日も吉川大臣にも議論させていただきましたけれども、農村には様々なエネルギーがあります。これは太陽の光、あるいは風、えー、さらに小水力や木質バイオマスや 家畜糞尿をめぐるエネルギー。こういうのがあるわけでありまして、これは、この間も申し上げましたとおり、電力に変えて売るというルートが大変今狭まっておりますので、小さなエネルギーであっても、磁場で使う、自分たちの工場で使うということであれば、これは理想に近いのではないかというふうに思っています。まあ難しいことは、重々承知をしておりますけれども、えー、この間高野政務官も、北海道に、 そういった現場も見ていただいたようであります地場で、えー、製造できる再生エネルギーを活かして自分たちが農産加工をするこれは農村にとって我々が模索模索すべき未来の姿なのではないかというふうに期待をするわけであります、えー、政務官からご答弁をいただければ幸いです高野大臣政務官ああ吉川大臣 私の方からお答えさせていただきたいと思います。あの小川委員ご指摘のとおりだと思います。これから、えー、ただ単にです、ね、この地域再生エネルギーに関しましては、売、ま、電、あ、という観点ではからのみではなくてです、ね、地域循環型のエネルギーにするということは大変、 重要なことだと、こう思っております。農産、漁村にこの豊富に存在する、今もお話にありましたように、バイオマス、水、土地等の資源を利用、活用する再生可能エネルギーの導入促進でありまして、まあ、地域の活性化につながる、まあ、本当に重要な取り組みでもございます。まあ、あの一例申し上げますとですね、例えば、 岐阜県郡上市におきまして、地域内の小水力発電設備によりまして、発電した電気を隣接した食品加工施設に供給をしまして、地域で収穫したトウモロコシの製粉に利用をする取り組み等を通じて、活性化を図っているという例もございます。でこうした有料な取り組みの推進を図るために、こ農産、 うん、漁村の再生可能エネルギー法に基づきまして、地域が主体となってですね、協議会を設立をして農林漁業の健全なあの発展に資する再生可能エネルギー発電の導入をこれからもさらにですね、促進をして参りたいなと思っております。またそれが再生可能エネルギーの地産地消の取り組みもの推進にもつながるのではないかと思います。す小川克也君。 え、タフ賞とも連携をして、可能性をしっかり模索をしていただければというふうに思います。その先にもっと理想があります。その農場や、あるいは加工場に、いろいろな障害を持った方々にも参加をしていただいて、いわゆる農福連携という形で、加工品を製造するということであります。まあ、ここも他去の政務官にご視察をいただいたようでありますので、未来への可能性について、 農林水産省として何ができるかお答えをいただければと思います高野大臣政務官、えー、小川委員にもご理解とご協力を一段賜っておりますが北海道は農福連携の先進的な事例が数多く見られまして私もご紹介をいただきました1月の24日に北海道目室町の株式会社求人ファーム目室 を訪問させていただきました。現地での取り組み状況をつぶさに確認をしまして、農福連携の事例として、非常に素晴らしいと感銘を受けたところでございます。ここでは、障害者の方々が、じゃがいも等の生産及び一部加工を行っており、地場の食材を利用しながら、地域の障害者や高齢者の雇用の場を創出しており、障害者の工賃も、北海道の平均を大きく上回る、月額で約11万円となっておりまして、皆さん、あの、非常にやり 外を持って生き生きされてたことが非常に印象に残りました。えーそしてえー 農福連携は、福祉の観点からは、障害者等の農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取り組みであり、また農業の観点からは、農業就業人口の減少や高齢化の中で働き手の確保につながる取り組みであり、共生社会の実現にも貢献するものと考えており、農林水産省として、大切に育てていきたい政策であります。具体的に、吉川貴盛大臣の強いリーダーシップにもよりまして、全国的な 国機運の醸成を図り、今後、強力に推進をしていく方,方策を検討するため、えー、省庁横断の これは内閣官房長官が議長でございます。えー、農水大臣と厚労大臣が副議長で、えー、農福連携等推進会議を設置することと決まりました。今後、この会議において、5月中をめどに方向性を取りまとめていることといたしまして、農業者による障害者の雇用、障害者就労施設による農業参入と求人ファームメモのような取り組みを含めて、さまざまな形の農福連携の取り組みが全国に広がるよう、後押ししてまいりたいと考えております。ご指導よろしくお願いします。 小川勝也君今、過不足なくご答弁をいただきました、まあ、霞ヶ関エリアでは、えー、障害者雇用で嘘800を並べたようでありますけれども、この農業と農産加工の分野は、まさに今、政務官からあご紹介がありましたように、本当に夢と希望と生きがいを発揮できる職場を、えー、いわゆるつくれる大変重要な分野だというふうに思っておりますので、えー、吉川大臣のさらなるリーダーシップ、お願いをしたいというふうに思います。 ジビエの活用について、次質問をさせていただきます。えー、自由民主党では、様々な議連や検討会で、えー、大変政策後押しをしていただいたようであります。ジビエは、私どものエゾシカをはじめ、まあ、人間が食べる分野、それから、まあ、ペットに食べていただく、いわゆるペットフードの加工、そしてさらにですね、あおとといの の勉強会で私が、えー、教えていただいたのは、ワイルドミートズーという方々の取り組みであります。有害鳥獣駆除で、えー、得たあいわゆる野生鳥獣の肉を、脳や内臓を取り除いて、適切な形で動物園等に、えー、拠出すると。でそうするとまあ 改めて気づかされたわけでありますけれども、ライオンとか虎とかは、まあ、野生では、狩りをして、その前に頭を使って、そして、獲物を捕まえたら、それをゆっくり解体をして、ゆっくり食事をする。これがライフサイクルなわけであります。しかし、もう、揚げ前、生前でえ、食べられる柔らかくなった塊肉だけ食べさせられるということは、まあ、我々にとっては、まあ、ずっと、 や柔らかい豆腐のようなものだけ与えられているということと、イコールであります、ですから、そういう野生鳥獣の本来の生きている姿を、彼らに思い出してもらったり、それを残酷だという意見もあるんですけれども、子どもたちに見てもらうことによって、命の大切さを分かってもらうという教育的な効果もあるんじゃないかというふうに、そういうことを取り組んでいる団体でありました。 まあ、なかなかまだタンについたばっかりで、えー、これは大オ,オム動物園で実施をしているということでありますで野生鳥獣は、まあ、岐阜県あるいは愛知県のイノシシも厄介であります、まあ、イノシシの肉は脂が強すぎて彼らには食べさせにくいということでありますけれども、まあ、シカ関係は適しているわけでありますこのジビエの、えー、取り組みを えー、農産加工に生かしている例も多々ありますし、えー、そういったこの動物園に肉を提供するという可能性についても、併わせてご答弁をいただければと思います室本農村振興局長。えー、まずあの、有害鳥獣を有効活用する観点から、えー、委員おっしゃるように、人の食用に供するもののほかですね、ペットフードや、あるいは動物園での利用など、まあ、多様な活用方法を推進することはまあ非常に重要であると。 いうふうに私どもも認識をしております、えー、農水省において実施しましたジビエ利用の調査によれば平成29年度における食用の利用量は1230トンで全体の76%で、えー、ペットフードとしての利用量は373トンこれ全体の23%というような状況になっております。 でまた、ペットフード事業者へのアンケート調査によりますれば、えー、鹿肉はですね、高タンパク、低カロリーなペットフードとしての需要があると、えー、特に乾燥をさせたジャーキーを中心にですね、利用されているところと考えております。えー、このための農水省といたしましても、ペットフードや動物園での 利用推進する取り組みに対しまして、支援を行っておりまして、えー、全国で17のモデル地区、これをご支援申し上げておりますが、えー、一例を申し上げますと、北海道空地区を含めた13地区でペットフードとしての利活用に取り組んでいるということと、大分県の地区では、委員がおっしゃられました動物園での利活用に取り組んでいるという状況がございます。 で特にこの動物園での取り組みについてです、ね、私ども担当職員が、えー、実際これを利用している動物園を訪問しまして、でまあ、実態を伺いました、でそうしたところ、まあ、先方の回答としては、えー、骨付きの肉をです、ね、これを提供するということで、時間をかけて食べるようになるので。 動物自体にとっても非常にいいということと、餌のレパートリーが非常に増えるというメリットに加えまして、まあ、あの委員おっしゃるように自然に近い魅力的な展示、これが可能となったということと、それから来園者への説明の際、ですね取り組みの背景にその長寿被害対策があること、まあ、こういったことを説明するようになって、環境教育にも つながっているということでございまして、まあこうしたあのメリットについて全国の G.V. 関係者、ペットフード業界、動物園関係者にもまあ十分説明しながら、えー、捕獲長寿のさらなる利活用の促進について取り組んでまいりたいこのように考えてございます。小川克也君。あの最後にあの大臣に二言といただいて終わりにします。一つはあ先ほど、えー、この業界に詳しい藤木委員からも。 この制度はよく分からなかったという話がございます。もっともっと周知をしていただきたいと思います。で、地域が元気になるチャレンジをしていただきたいということから、えー、全国にこの制度を周知をしていただくということに対して一点。そしてもう一点は今日は声を荒げませんので、えー、トンコレラの収束に向けての大臣の決意、この二点をお伺いをして質問を終わりたいと思います。吉川大臣。 あの農産加工法の全国への周知はあの徹底をしてまいりたいと存じます。なお、トンコレラに関しましては、先ほどから、省安局長も答弁をさせていただいておりますけれども、今、岐阜県、愛知県とも連携をしながら、さまざまな形で,です、ね、使用衛生管理基準等々の徹底も含めて、 えー、議論もさせていただいているところでもございますので、これからも私ども農林水産省といたしましては、姿勢を正しながら、まあ、いわゆるエリーを正しながら、農林水産省が主導的になって、この防止対策に努めてまいりたいと存じます。 森子君え先ほどあの、委員会室に入る前に、えー、大臣の方から、まあ、5月の、えー、に新潟で行われます、えー、G20 農相会合、えー、案内を出したから来てくださいという、えー、ありがたいお言葉がありました、まあ、参加をさせていただきたいと思っておりますけれども。 まああの,今日の農業新聞にも載っておりましたが、あのその5月の会合において、えー、大臣はあ米国の、えー、農務省と会談をされる見込みであるというふうに報じられておりました。で、あの同時にですね、えーまあ、去年もあったわけですけれども、バーュー長官が、あその TPP 以上の 成果を求めるというような発言を繰り返しておりまして、まあ、これに対して、えー、斎藤健、え、前農林水産大臣は、えー、この自民党内では共同声明を逸脱した発言だとして、政府は米国側に抗議すべきだというご発言があったというふうに報じられているところでございます。私はこれ、あの、重要な発言だと思いまして、かなり厳しく、えー、要求を 強めてくると思われますあのしっかりと、えー、我が国の立場を、で5月に会われるんであればですね、直接、えー、どのようにあの具体的に主張をされるつもりなのかあ、これ、通告してなくて申し訳ないんですけれども、えー、吉川大臣のご決意というか、具体的にはここは絶対死守するという強い意思を示していただきたいと思います吉川大臣。 5月の G20 農業大臣会合におきまして、パーディウ米農務長官と、まあ、予定はいたしておりますけれども、まだあの確定的なことではございませんので、えー、はっきりと申し上げることはできませんけれども、もし仮にそういった場合の会談が実現するということになりましたならば、ですね私の方からは、えー 申し上げなければならないと思っておりますことは、この農林水産品につきましては、過去の経済連携協定で約束した内容が最大限であると、この日米首脳間で文書でも確認をされておりますので、これ以上重たいものはないと、私は認識をいたしておりますので、そういったことを、もし仮にですね、会談が実現をして、向こうの方からですね、 えこういったあのご発言がありましたら、そのように毅然とした対応をさせていただく、そういう思いであります森友子君。共同声明を、あのパーデュー長官の、えー、3月9日の TPP 以上のものを求めるという、まあ、繰り返しの発言は、まあ、斉藤健前農林水産大臣がおっしゃったように、えーまあ、自民党 その共同声明を逸脱した発言だということで、あの、やっぱり抗議をすべきだというふうに思うんですけれども、あの、まず抗議をすべきだと思うかどうか、それと、このパーディ長官の発言そのものについて、これは、あの、共同宣言を逸脱する発言だと私もそう思いますけれども、えー、大臣はどのようにお考えか、逸脱しているということで、やっぱり、 あの会う前にです、ね、やっぱりこちら側もそういう、えー、不退転の決意であるというところを、やっぱりね、交渉に直接面談する前から、交渉事っていうのは始まってるわけですから、こちら側は絶対譲らないんだよっていうことを、そして、えー、長官の発言は、あの共同宣言違反なんだっていうことを、やっぱりこの農林水産委員会で言っていただかなきゃいけないと思うんですよ。どうですか 吉川大臣あの外国政府要人の発言に一つ一つコメントをするということは差し控えさせていただきますけれども、まあ、このたびのです、ね、発言に関しましても、まあ、以前もお一度、抗議もいたしておりますけれども、まあ、今回も期間を通して、えー、抗議もいたしているところでございますすす抗議したんでで、ね、そうです森友子君。 なんかその抗議をしたっていうところがはっきり伝わってないんですけど、いつ、どのような形で抗議をされましたか。吉川大臣あの私の方から、えー、具体的に申し上げることは少しあの難しいところもありますけれども、このおーパーディー長官の、農務長官のですねご発言があった、あ,ありましたので、 それに対して即座にです、ねえー、抗議をしたと、あの私も報告を受けておりますこす森友子君。今回もされたんですよね<上>そ,そのとおりです、その通りです。森 の大臣自身のご認識もはっきりとおっしゃっていただきたい、これは日米共同声明違反である、パーディー長官の発言は、このような発言は、日米共同声明、えー、違反であるというご認識でいらっしゃると、はっきりとおっしゃっていただきたいと思います吉川大臣あの先ほど申し上げましたように、日米共同声明以上にです、ねえー、重たいものはないと認識でございまして。 この米国農務省に対しましては、何らの誤解のないようです、ね、当法の立場について明確に申し入れたと承知をいたしております森友子君。まあ表,現表現のあ仕方いろいろあると思うんですけど、もう少しストレートにはっきり、えー、日本は TPP が最大であって、それ以上は絶対認めないというような、はっきりとしたあの姿勢を少なくとも農水大臣はこの場で、えー、そういう表現で、 やっていいただければなと思いますもうちょっとあの、私の質問はあともう30分ぐらいありますから、最後にもう一回、もっとより強い表現を使っていただければ、大変ありがたいなというふうに思いますので、それまでお考えをいただければと思いますが、それで、えー、っとこの法案の質問の前に、やっぱり、えー、っとトンコレラの問題について、私もちょっと申し上げておかねばなりません、一昨日のこの委員会で決議。 を行ったわけですがその翌日というか昨日には国内19例目が確認されるということで正直驚きましたあの発生してから何ヶ月経ちましたか新井消費安全局長発生したのは昨年の9月でございますので9ヶ月でございます 森子君いやこれ、ものすごく時間かかってるんじゃないですか、で民主党政権のときに宮崎県の公定期が発生した、あのときには収束まで4か月ぐらいだったんじゃないですか、だけどものすごい、あのもうあのとき、野党だった自民党からものすごい攻撃を受けたんですよね、初動間違ったからだめだったんだとか、もう。 バリ雑言浴びたんですよ、まあ、皆さんね、野党は紳士だから、紳士淑女なので、もう本当に抑えてと私、いいのかなっていつも思ってるんですけど、何やってんですか、一体いいつになったら収束するんですか、大臣。吉川大臣。あの まあ昨年の9月にこの発生をしている状況を、ですねえまあ続いているというこの状況を重く受け止めておりまして、農林水産大臣といたしましては、委員との思いは共有していると思いますが、これらのおまん延防止のためにですね、 あらゆる手段を今、検討して講じていかなければならないと考えているところでございます。であの先ほどから私、申し上げておるのでありますけれども、岐阜県等の養豚場に対しましては、国が主導して、使用衛生管理基準の人種の状況の再確認と改善の指導も進めてまいりました。さらにに愛知県県つきましても県が えー、この指導をされたということになりますけれども、さらにです、ね、愛知県ともしっかりと連携を取りながら、今一度国が主導をして、この主要衛生管理基準が守られているかどうかも含めてです、ねえー、徹底的にあの取り組んでいかなければならないと考えております。あのその収束をする時期は まあ、なかなかあのはっきりと申し上げられないこと、大変申し訳なく存じておりますけれども、今、何よりもお大切なのは、えー、いろいろなですね消毒における消毒ポイントの設置ですとか、散水車における消毒液の散布ですとか、あるいはあイノシシに対する経口ワクチンですとか、いろいろな今、あのー、やれることをすべてをですね、 県とも連携を取りながら、実施をしているところでもございますので、まあ、あのしっかりと一、ね、日も早くこれが収束をいたしますように、さらに全都道府県の皆さんにもご協力をいただきながら、防止対策に取り組んでまいりたいと存じます。森ゆうこ君あのえーっと 拡大トンコレラ疫学調査チーム検討会っていうのをやられております、6回行われて、12件目まで検討会で議論をしたということで、あの議事録を読もうと思ったんですけれども、まあ、概要しか載ってないということで、一応私、概要、ちょっと見たんですけどね、あのこれはえっと月今月になって3月28日の第6回の拡大トンコレラ疫学調査チーム検討結果、 検討会の結果概要なんですけれども、ちょっと驚いたんですが、その6ページ、あごめんなさい、これ、細かく通告してませんけれども、えー、っと、まあ、6ページで私は一番驚いたのは、要するに、3月5日に農林水産省の担当者らが当該農場における使用衛生管理基準の遵守状況等に関する調査を行っていたが、ちょっと中、えー、っとなんか省略しますが、結果的に、 7日の、えー、とこの7日、3月7日に11例目にかかる正常性確認検査により、家畜保健衛生所が立ち入り検査を行い、す、え、べ、ー、ての当社から合計30頭を滞在して検査したこの際。 農場入り口で長靴と使い捨ての防疫服、手袋、帽子を着用していたが、各豚舎に立ち入る際は入り口で靴属消毒を行うのみであった。検査結果は陰性であったが、この結果からは7日の検査で感染が起こったことを否定できないって書いてあるんですよ。これ、その、えー、っと、現場の検査をする 家畜保健衛生所のその検査そのものが原因で感染が起こったことを否定できないと書いてあるんですよ、これ議事録じゃなくて議事概要なんですよ、あ結果概要なんですけど、これってこれ、大変なことじゃないですか、検査によって、 感染が拡大したと、ここで指摘されてるんですね。で、その、まあ、最後の方にですね、えー、っと、検討の結果あのえ、感染につながる要因として、まあ、何項目かいろいろ書いてあるんです。豚舎ごとに専用の長靴や防護布団が着用されていなかった事例、これは感染につながった。えー それから飲み水として消毒せずに、さ水を使用していた事例とか、具体的に書いてあるんですが、こうやって6回、少なくとも専門家の疫学調査会議が開かれていて、具体的にこれが感染源であると、特定はされていないけれども、疑いがあの拭いきれないと、こういうふうにやってるわけですから、この一つ一つについて、この一個一個について、 具体的に対策を講じ、それを現場に徹底されているんでしょうか、それとその検査が、この、えー、感染しているかどうかの検査が、新たな感染につながったって、これ、どうなんですかこれ荒井局長。えんコらへんの発生につきましては、その都度疫学調査チームを現地に派遣しております。 委員が今ご発言いただきましたとおり疫学チームにおきましてはあらゆる可能性を排除せずに 検討するということをやっておりまして、どのような可能性でも詳細に検討しているところでございます。まあ、それによりまして、人と物の移動、あるいは野生イノシシ、ネズミといった可能性を列挙いたしまして、それにふさわしい対策を取っていくということでございます。まあ、その場合、対策を取る場合も、あらゆる可能性の中で、より可能性が高いものということで、そこは重点的に今でございます野生イノシシ対策というところに集中して対策を取っているところでございます。森ゆうこ君 いや、あの、質問にストレートに答えてないんですけど、えー、っと、だからこれ、丸って書いてある。三角と丸、いろんなね、ことが書いてあって、丸と三角が書いてあって、ここに丸って書いてあるのは、感染の可能性が、あこの行為、えー、こういうことによって、感染の可能性があったっていう、そういう意味の丸、丸じゃないんですか。だから、検査そのものが、 感染を拡大していたかもしれないと、疫学調査チームで疑、えー、われてるわけですよね、これってどういうことなんですか新井局長疫学チームにおきましては、リスクのある要素をすべて挙げるということを前提にしておりますので、丸三角いったものについては、そのリスクに対して評価をしたものでございます。 丸はリスクの要素としてあり得るもの、三角は否定という意味でございます森友子君。だからありえるんですよ、だこれ、驚きました、で、その疫学専門家のチームが、こういうふうに検討して、一つ一つ具体的に問題点を最後まとめてるわけですから、あ,のあらゆることって、それ、抽象的な話じゃなくてね、ここまで収束しないんですよ、大臣。 あらゆることって、そういうね、大雑把な話じゃなくて、すべての可能性を潰すと、具体的にこうやって出てるわけですから、すべての可能性を潰すための具体的な行動、具体的な対策、そういうものをもう一回、まあ、本気で検討しなきゃいけないんじゃないんですかで、本当に対策しなきゃいけないんじゃないんですか。 もう何ヶ月経ってるんですか大変なことなんじゃないんですか、これ、どうですか、大臣。吉川大臣あの森委員御指摘のとおのりだと私、思っておりまして、えー、その使用衛生管理基準のですね、ね守ら遵守をされていない部分、うん、あるいは遵守をされていた部分っていうものもも,もちろん、 あるわけでございまするけれども、この使用衛生管理基準のです、ね、遵守をしっかりと両県に求めるための対策会議というものも何度も行ってまいりましたけれども、さらにです、ね、今週も両県に出向きまして、打ち合わせ会議というものもさせていただいております。でそうういいっったこことととをををししかり対対応ながらの、ね、の防止対策というものを やっていかなければならないとこう思っておりまして、今後の状況ですとか、いろんな推移を見ながら、緊急対策というものをさらに必要な部分に関しましては、即座に打ち出していきたいと、ここのよううにもこう思います森友子君。私、そういう曖昧な答弁を求めてるんじゃないんですよ。 ここまでやって、全然就職できてないわけですから、本当に細かく、一つ一つ、これはどうなんだ、これはどうなんだって。しかも、その検査で、立ち入り検査で、それが拡大の、感染拡大の原因というのが排除できないと、専門家から指摘しされてるってことは、極めて重大なことだと思いますよ。極めて重大だと思いますよ。で、あの、えっ、ー、と、ただですね、この結果、 ーとトンコレラ、拡大トンコレラ計画調査チームの検討会って、あのえー、ホームページ上では、えーと、個人情報の保護のためにあの議事録は公開してませんってなってるんですけれども、個人情報は黒塗りしていただいて構いませんから、一体現場はどうなってるのか、この専門家たちがどのような議論をされているのか、あのこの議事録を早急に出していただきたいと思います。 新井局長検討させていただきます森ゆうこ君。まあ議事録を出していただいた上で、本当にすべてきちっとね、対策がまあ真剣にえまああの行われているのか、改めてえ質問をさせていただきたいというふうに思っております。そししてあの虚偽報告した 養豚、えー、業者に対して、この保証金、えー、この保証金に関しては、まあえー、鳥インフルエンザと同じように、民主党政権のときに、えー、櫻井財務副大臣のご尽力によって、まあ、あの結果的には、最終的には100分の100になるように、えー、つまり保証あの、えー、殺処分をためらわないように、あるいは報告をためらわないように。 100分の100で必ず保証がされるようにということで、えー、対応が変わったわけですけどより充実したわけですが、今回、この虚偽報告したあの業者あ、不支給が1位、減、え、額、ー、が2位というふうに報道されてるんですがご、ごめんなさい、昨日は細かくこの点については、えー、通告しておりませんでしたから。あということは、この、その、 保償額をしっかりと100分の100やるから、疑いがあったら迷わず通報してくださいね、あるいは疑いがあったら絶対出荷しないでくださいね、そういうふうにやられていたというふうに思うんですが、それが徹底していなかったってことなんですか、お願いします。新井局長 えっと、これらの管築疑似視築につきましては、家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、発生農家に対して殺処分された。 家畜の評価額の全額は手当金として交付されることが原則というふうになっております。しかしながら、家畜の全染病の疾病の発生の予防、または蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった社に対しては、交付,金交付すべき手当金の全部もしくは一部を交付しないことというふうにされております。具体的にには5分の1のの1特別手当金につきまましての、まあ 議論をすするとといいうことでございます、まあ、どのような場合かというのも省令で決められておりまして、家畜の使用衛生管理の状況、早期通報の実施状況、まん延防止措置に対する協力の状況ということを総合的に勘案するということと、え弁護士とメンバーといたします手当金審査委員会の意見を聞いた上で決定をするということでございます。え今回のものののもにに関しましまては死、えー、死亡や死産流産流増加等の報告が適切に実施されたか いいなかったととうことあるいは、トンコレラ検査中に出荷自粛を行わなかったというふうに判断された事例につきましては、減額の対象となっているところでございます森友子君。いやいや、だからそれは分かりますよ、<laughs> そうじゃなくて、せっかくね、全額保証するって言ってるのに、なんでその保証、えー、されないようなあの不支給の結果、あるいは減額の結果になるようなあ、そんなことになったのか、えー、その、えー、保証するから、 出荷しないでねとか、ええー、虚偽の報告をしないでね。そのための全額保証なんですよ。ね。それが徹底され、されていなかったのかって。そのことを確認してるんですよ。新井局長。その通りでございます。森裕子君。いやいや、まあ、その通りですって、まあ、そうなんでしょうけど、だから、それじゃ困るわけですよね、大臣。いや、その、それじゃ困るんですよ。せっかく。 完熟疑われるものを出荷をしないように、あるいはあの疑いがあったらすぐ通報するように、そのために全部保証するって、これ、重要なことじゃないですか、だからこそ全部保証するようにしたのに、それが徹底されてない、そなんでそんなことになってるのか、だからそんなことじゃ困るでしょ。 もっと徹底しなきゃいけないでしょと、そういうことを聞いてるんですそのために、何かしてください、ちゃんと、なんだか、一言みたいな感じでどうなってるのかよくわからない。新井局長 まさにあの早期通報の徹底にいたしましては、県、それからえと私どももえ畜産農家にあの何回も何回も呼びかけているところでございます、まあそれによりまして、自分の経温を守るとともに、当然ながらまん延防止を守るということでございますので、使用管理基準の徹底とともに、養豚農家、一件一件回って説明をしていいるところでございます森子君まあそれでもダメだめだというのは、どういうことなのかなというふうに思います。えー、っと さら、まあ、なる徹底を求めたい、そうじゃないともう収束しませんよ、ものすごい危機感を持ってもあの臨んでいただきたいと思います、で、あのちょっと,、えー、とトンコロレアで時間を使いすぎましたけれども、えー、とこの特定の産加工業経営改善臨時措置法の お一部を改正する法律案なんですけれども、先ほど来、先生方からいろいろ、えー、質問がありました、重なる部分はちょっと省かせていただいて、まあ、融資についてですけれども、低金利政策が続く中、現状の金利のままでいいのか、まあ、今回単、単純に延長なんですよね、だけども、えー、TPP11、そして日兆 EPA と。 いうことでますます、えー、その自由競争にさらされているわけですから、この制度をもっともっと活用するために、あの単純延長ではなく、さらにこうなんか充実図るとか、そういうことも必要だったのではないかなというふうに思いますし、それから融資については、この金利が低い低金利、マイナス金利という中で、このままででいいんでしょうか塩川,塩川局長。 お答え申し上げます特定農産加工資金の金利につきましてはです、ね、輸入にかかる事情の著しい変化の影響に対処するための臨時的な措置という性質に考えまして、現在でも日本政策金融公庫が貸し出す加工流通向けの資金の中で最も低い水準のものとなっております森友子君。いやまあだけどあの 全体的には低金利、マイナス金利政策なわけですから、えー、再考が必要ではないかなというふうに思います、それで1件当たりの融資額の推移、まあ、件数が減っているにもかかわらず、融資額が横ばいなのはなぜなのか、そして返済、焦げ付いているものはどの程度あるのか、ご報告ください塩川局長、特定農産加工資金のです、ね、1件当たりの融資額の平均を見ますとですね、 あの制度発足の平成元年度から25年度までの平均が約4億でございますが、26年度から29年度までの平均は5億ということで、最近少し増えてございます。このように1件当たりの融資額が増加していますのはです、ね、一つは食の勘弁化や外部化思考が進んでいる中で,です、ね、特に中食のです、ね、製造事業者による加工場の新設、 あるいは設備の増強などといったですね大型投資が増加をしているということ、またあの現場において人手不足が深刻している中で、ですね生産性向上や消費化のための加工所の新設や、えー、同じく設備の更新という、やはり大型投資が増加しているということが主な要因ではないかというふうに考えております。 それから返済状況でございますが、あの特定の農産加工業者の中にはです、ね、設備投資を行ったにもかかわらず、やはり売上げの確保、あるいは事業の進捗が、当初の予定よりもです、ね、進まなかったということで、借入金の償還が円滑進んでないものもです、ね、若干ながら存在をしております。法が制定された平成元年から29年度末までの回収不能となった事例はです、ね、32件ございます。 最近ではです、ね、平成27年度に一件、事例があったことでございます森裕子君。融資事業ですから、あの健全なあその運営が望ましいということだけは申し上げておきたいと思います。それで,です、ね、えー、先ほど小川先生から質問があったんですが、平成24年度の融資先33事業者の利上げ高、利益率が上昇をしているということについて、これ、なぜなんでしょうか、分析を教えてください。塩川局長 今、委員がご指摘いただきましたようにですね、あの平成30年度に、えー、日本政策金融公庫が行ってた調査によりますと、えー、平成2 0年度にですね、えー、融資をした33事業者のですね売上、売上高利益率でございますが、融資後1年目か4年目ではですね、1%前後で推移している一方でですね、 有志後5年目には3%近くまで上昇しておりましてです、ね、食品製造業全体の利益率、約1%をです、ね、上回っている状況になっております。このようにつきましてです、ね、まあ、個々の事例を分析しているわけではありませんが、 一般にですね、新たに導入した施設が本格的に稼働しですね、その効果が発現するまでには一定の期間が必要である場合が多いと考えられましてですね、あの二十四年度の融資先の多くで、融資後の五年目に大きく効果が現れた結果ではないかというふうに推察をしているところでございます。森裕子君。 まあこのえと法律によるその融資等のえ効果ということであれば、喜ぶべきことだと思いますので、ぜひ具体的にどうなのか、本当にいいことだったのか、それとも何か問題がないのか、ちょっと詳しく調べていただきたいと思います。あの、万全とですね、これもう30年続いてるやつですので、もう少し踏み込んで、この 政策の効果について、いいところはもっと伸ばせばいいわけですから、もうちょっと詳しく調べて後、後ほどご報告をいただきたいと思います。で、去年の農水委員会の最後の質問でお答えがでいただけなかった、日 EU 間の農林水産の貿易について、対 EU 輸出を1とした場合に EU からの輸入が2016年は26だったのが、2017年で29となり、1年間で急激な伸びた 急激に1年間で伸びた理由を質問しましたが、どなたも把握していらっしゃいませんでした。なぜ伸びたんでしたっけ？はい、以上横山総括審議官えと、EU との間の農林水産物の貿易額についてのあのご質問でございます。2016年と2017年の比較ということでございますけれども、まずあの輸入額について見ますと。 1>, 1兆1035億円から 1, 千1兆3171億円、2136円の増加、割合で申しますと19.4%増とこうなります。他方で輸出額につきましては、423億円から452億円と29%、7%の増加となっております。このように 輸入額、輸出額ともに増加したわけですけれども、輸入額の増加割合が高く、その結果として、ご指摘の比率につきましては26から29に増加したと、こういうことでございます。それではなぜ輸入額が増えたのかということでございますけれども、品目別に見ますと、タバコの輸入額、これがあの最大でございまして、1675億円から2816円と、1141億円増加しております。 これは先ほど申し上げました農林水産物全体の増加額、2136円のうちの約53%というふうになっておりまして、増加の大きな要因となっているところでございます。また、背景事情といたしましては、為替の問題もございまして、2016年がユーロ安の傾向で推移していたのに対し、2017年は円安の傾向ということでございまして、円ベースでの輸入額が増加することの一要因になっているというところでございます。 森子君いや、なんか他にもあったような気がするんだけどな、タバコと、えー、為替だけなんですか横山総括審議官。はい、えー、とその他の品目についても、あのそれぞれ増加しているものもございます。 え上位から申し上げますと、まずたばこが今申し上げましたように最大のものでございますが、2番目の輸入量があるものがアルコール飲料ということでございまして、これにつきましては前年比の、申しますと、109.5%、17年と16年の比較でございます、豚肉につきましても、これ、第3位の輸入額ということでございますが、6.8%の増加というふうになっております森裕子君。 孫たちからとんかつのバーバって言われていて、あのトンカツ得意なんで、あの豚肉スーパーで買うときにまああの鰭、まあ、があったら嬉しいなとかね、えー、まあ見るんですが、ものすごく安くなってるんですよね。日を EPA TPP Eleven 発行する前から、えー、ものすごく安くなってえ、こんな値段で売ってるのっていうぐらい比例肉一パック。 1> 1本円円とかでで売ってるんですよこれ、絶対今までだったら買えない値段なんですよ、1本1000円以上しますからね、1000、数百円。だから、まあ、これ、えーっと、解禁、あの日 EU ・ EPA 発行の前にすでにそうだったんで、き、えーまあ、今日の農業新聞にも書いてありますが、TPP11 もあり、これ、豚肉、ますます、えー、輸入が、 えーまあ、関税下がってますからね、実際に、もう2年度めに入ってるわけだから、えー、ものすごく関税が下がる、一方で、これ、豚肉、豚コレラですよ、国内は、もう本当に大変なことになるんじゃないですか、であの去年の臨時国会で、えー、EU 諸国に、えー、対する豚肉の輸出、えー、どこまで。 進んでるのか向こうのステータス評価も,評価も厳しいしいろんな基準があって、まあ、あとはあの認めてもらうところだけだという,ふうな話だったんですけど本当にこれから輸出できるんですかこれ、うん、というかもうこのまま収束がおぼつかないようですとンコレラ本当にあの畜産産業にとってもう壊滅的な被害を与えるんじゃないかと思って私本当に心配なんですよ。 EU 対 EU の豚肉の輸出についての見通し、そしてこの畜産業の危機、これもっと踏み込んだ、もっと真剣な、もう本当に緊急事態宣言のような、もう大変なあの、えー、対応が必要じゃないかと思うんですけれども、最後に大臣の見解を聞いて、おししままいにしたいいにたと思います吉川大臣。あの 森委員からご指摘をいただきました、まあまあ、あの本当にです、ね、緊急事態宣言を発する事態だとあの私もそのように思っております。トンコレラ対策につきましては、先ほども申し上げましたように、今、こちらから県の両県に出向きまして、さらなる対策会議というものもしっかりやっておりますので、 これからもですね、委員の各委員の皆さんには、どういう対策を講じているかということも、報告を申し上げながら、しっかりとこの対策を、防止のための対策を講じてまいりたいと存じております。また、豚肉の EU 向け輸出についての見通しでありまするけれども、この EU の輸出につきましては、平成27年に輸出解禁を要請し、積極的に、 協議をいいいたしているところでございますトンコレラが収束をしませんと、ですね具体的に輸出ということにはあのなりませんけれども、まずは EU に豚肉を輸出できる国のリストである第三国リストに掲載されることが必要でもございますので、これその後、ですねハサップなど EU の求める衛生管理基準に対応した施設が EU に登録されることによって、 当該施設からの輸出が可能となりますので、そういったこともしっかりとこれからも対応もしなければならないと存じます。君 公明党のの里見隆二でごござざいいいままますす質問の機会をいただきましてありがとうございます私からまず法案に入る前に、2点大臣にご質問したいと思います。まず私からも1問だけ、トンコレラについて確認をさせていただきます。トンコレラ対策については、一昨日も本委員会で決議をいたしました。まずはこれについてしっかり政府でご対応いただくということだと思います。この決議においては、国内対策、そして、 水際対策を主な内容としておりますけれども、ちょっと視点をもう少し広げましてです、ね、これはやはり、これからのアフリカトンコレラのことも考えますと、これは中国、ベトナム、そしてモンゴルという、あちらの大陸の方にも視野を広げていかなければならないと、その意味でこう国際的な取り組みを、どう日本も技術協力的なことも含めてです、ね、やっていくべきかと、まあ、その点よく考えていかなければならないと思います。 今年はちょうど日本は G20 の議長国にも当たっております。また先ほど大臣からもお話がありましたとおり G20 農業担当大臣会合も5月にホストされるという予定で今後日本がリーダーシップをとってさまざまな国際的な枠組みで協議をできるそうした機会も増えてくるものと考えられます。私は別の委員会で特別委員会 ODA 特別委員会に所属をしておりまして同様の趣旨で 先般農林水産省にもご質問いたしましたけれども、特に中国との関係におきまして、現在、経済問題でも大臣レベル含めての対話を進めていただいているということでございます。まあ、経済、さまざまな問題ありますけれども、特に今、問題となっておりますトンコレラ、さらにアフリカトンコレラの感染、まあ、こうしたことが、こうした脅威が目前に迫っているという状況下で、 アジアというこの広範な地域での感染拡大の防止という観点から、さらに日中間の連携、また技術的な面での協力を進めていくということが大変重要かと思います。これについて大臣のご所見をお伺いいたします吉川大臣あの。我が国は、抗体液、あるいはトンコレラなどのです、ね、汚染源であるアジアの国々に取り込まれて、えー、おります。 でこれらの,あの疾病の我が国への侵入を防ぐためには、密、まあ、際対策を強化するだけではなく、まあ、疾病の発生国との協力によって我が国への侵入リスクを下げる取り組みがあの重要でございます。佐藤委員御指摘のとおりであろうかと思います。まあ、そこで、二国間、複数国間、多国間など様々な 枠組みを活用した取り組みを実施しているところでございまするけれども、特に中国との関係におきましては、日中韓三カ国の農業大臣会合で署名をいたしました協力覚書に基づきまして、平成二十七年以来、連携を進めているところでもございます。昨年十一月にはあの、私自身がこの大臣会合に出席をいたしまして、アフリカトンコレラをはじめとした 疫病性動物疾病のまん延防止に向けて、より一層協力関係を強化していくことを合意もいたしたところでもございます。でまた国内唯一の動物衛生に関する研究機関でもあります、農研機構動物衛生研究部門は、中国の研究所と疫病性動物疾病の対応につきまして、日中の農業協力関係を深めるため、 平成28年に覚書きも締結をいたしておりまして、共同研究、技術協力、研究者の交流等も行っております。さらに、国際獣医事務局を通じまして、他国間の取り組みとして、まあ、昨日ですね、北京で第1回アジア地域アフリカトンコレラ専門会合が開催をされまして、当初からも担当者が出席した上で、今後アジア地域の連携にの強化に向けまして、 継続的に対策を協議、議論していくことも決定をされたところでございます。あらゆる機会を通じて、今後とも周辺国との連携、協力を進めていきたいと思いますし、我が国におけるこの影響性動物疾病、侵入リスクの引き下げも図ってまいりたいと存じます里見隆二君、大臣からあら,あらゆる機会を通じてとご答弁,ご答弁をいただきました。 このアジアの地域全体を視野に入れてですね、まあ、中国をはじめとしたアジア諸国との協力、また技術的な面での協力、連携を何卒よろしくお願いいたします。えもう一点法案に入る前に、もう一問だけ聞きたいと思います。えー、先月の本委員会においても、大臣に納福連携についてお伺いをいたしました。大臣も大変積極的な姿勢をお示しをいただきまして、えー、先週四月、 5日に発表されておりますとおり今月にも農福連携の推進会議を立ち上げて政府を挙げて推進をされるというふうに伺っておりますこれを具体的にどのようにお勧めいただくのか大臣にお伺いしたいと思いますけれども例えばですね、これはあのレクを受けましたところも今後会議を開いて有識者からもヒアリングを受けますということでございましたまあ確かに有識者のヒアリングということも大事かと思いますけれども 実際現場でですね、携わっておられる方がどのような点を困難に、また障害に捉えられているのかというところをよく聞いていただきたいというふうに思います。あの私、昨年、東京都の多摩地域の農福連携の取り組みを視察に参りました。あのこれはまあ一つの例ですけれども、障害者の方でなかなか移動が難しいという中で、えー、その畑の中にですね、 まあ簡単なトイレというよりもう少しこう休憩所に近いような施設を設置したいと、まあ、しかし地元でえ当局に農地の利用規制について、地元の農業委員会から大変厳しく指摘されるので、少し離れた場所にそうした休憩施設を設置させざるを得なかったと、まあ、そんなことも伺いました、ただ一方で農水省の方に聞くと、いやいや、これはある程度柔軟に対応いただけることになってますよと。 いうお話でして、この当局、本省と自治体、農業委員会との間にギャップを感じる点もございました。まあ、しっかり柔軟な運用が可能だということは、農水省としてお示しをいただいて、現場でもう少し柔軟に動いていただけるような、そんな対応も必要ではないかと思います。まあ、この点はあの指摘だけにとどめますけれども、大臣には今後、まあ、こうした現場の視点をしっかりと踏まえての御対応、御推進をいただけると。 その点について確認をさせていただきたいと思います吉川大臣。農福連携には、あの障害者の皆さんに農業で活躍してもらって、まあ、自信や生きがいをです、ね、持って、社会に参画していただくための取り組みであると思っております。で農業者、障害者双方に良い影響をもたらす、まあ、ウィンウィンの私は取り組みであろうかとも思っております。 で私自身も実際にあの農福連携に取り組まれている現場をいくつか視察もさせていただきました。でお話を伺っておりましてです、ねとと、その真摯なです、ね、取り組みにあの大変あの感銘を受けた部分がたくさんなのございますで。今国会の大臣所進におきましても、そういったことから農福連携を今後の農業政策の中心の一つに据えて、 展開すべき取り組みと申し上げたところでもございます。で今般、この農福連携につきまして、全国的な機運の醸成を図って、今後強力に推進していく方策を検討するために、菅官房長官を議長といたしまして、私と根本厚生労働大臣を副議長とする農福連携等推進会議を 設置することとされたところでもございます。当初といたしましても、農業が障害者の皆さんにとって、生きがいを持って就労できる場となりますように、この会議でですね、指導的な役割を果たしていきたいと思いますし、農福連携を強力に推進もしてまいりたいと存じます。あの、日本農業省を獲得をされた京丸園という、あの、大変素晴らしい えー、農業を営んでいるところがございますが100人の従事をしている社員の皆さんの中でその4分の1が障害者の方だと言われておりますでその作業の過程の中でラインをですね障害者に優しいラインを自らこの作られて そういった作業に、えー、をしていただいているということでもございますので、まあ、そういったこともお、細かい部分も含めながらです、ね、これからの農復連携の中に、しっかりと私どもも注視しながら生かしていければなと、このようにもこう思,う思います里見隆二君。大臣、ぜひよろしくお願いいたします。 この前回の平成26年における改正、またそれ以降の5年間の効果、これらについては、当初質問を予定しておりましたけれども、ルール失業とございましたので、一部省かせていただきますけれども、さる2月1日には、日 EUEPA 等の発行を受けまして、省令改正で菓子製造業等が対象業種として追加をされたと、したがって、この法律の枠組みによって、さらに 現場を守っていくと、まあ、そのことについて私も期待をしているものでございます。まあ、こうした中で,です、ね、えー、5年前の全会改正時に、えー、まあ規則改正をその直後行った、あの地域の農産物の利用の促進、また地域の農産物の特色を生か,す生かした農産加工品の生産,生産の促進に資するものであることという条件をお経営改善 計画この承認にあたっての基準として追加をされたと、これは大変重要な点であろうかと思います。まあ、先ほど来、国内の農業生産とのリンクの中でですね、えー、農業生産も農産物の生産も、そして加工業の振興も、両者を睨みながら図っていくと、そのことが非常に重要な視点であろうかと思います。この規則改正によってですね えー、その意義、またその結果、どうした、どのような効果が得られたのか、その点を答弁願います塩川食料産業局長、今、委員ご指摘いただきましたようにですね。あのー 特定の産化工業者にです、ね、国産農産物の積極的な利用を促していくことが非常に重要だというふうに考えておりまして、実はあの平成元年の法制定当時からです、ね、あの計画の承認基準として、まあ、地域の農業の健全な発展に資するものであることという要件を課しておりましてです、ね、その具体的な運用としてです、ね、現状以上の国産農産物の利用を促してきているところでございますが、あの26年の9月にです、ね、省 <laughs> 少を改正しまして、特定農産工業業者者と農業者の連携をさらに 促進するという観点から、地域の農産物の利用の促進、または地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進にするものであることということで、はい、計画の承認基準として明確に位置づけをしたところでございます。 であの委員今ご指摘いただきました、この省令改正のです、ね、効果でございますが、実はあの計画の多くがです、ね、実は5年間というです、ね、そういう事業期間を設けているものですからです、ね、なかなかの省令改正後のです、ね、融資を受けた事業者のです、ね、国産農産物の取り扱いの変化について、現時点ではです、ね、まだちょっと把握できてないとことでございます。たただあの先ほどちょっとお話ししましたようにに平成30年度に 日本政策金融公庫が行った調査によりますとです、ね、これは省、省令改正前でございますが、24年度の融資先あ、33事業者、この農産・加工品の原料や国産農作物の取り扱い量がです、ね、5年後に19%増加をしております。 したがってあの、26年の奨励改正、あすみません、あの前回の奨励改正後のです、ね、融資先につきましてもです、ね、これと同様にです、ねえー、国産農村の取り付けが増えていくという効果があるのではないかなというふうに期待をしているところでございます里見隆二君あの。ぜひここはフォローアップをしていただいてです、ね、あの地域、また国内の農業の利用促進という点と併せての推進をお願いしたいと思います。 この点に関してもう一つ教えていただきたいのが、特定農産加工業にかかる農産加工品における国内生産の割合についてですね、これは現状どの程度の割合を占めているのか、またあ、まあ、現状はあのお答えいただくとして、この農産加工品における国内の政府において目指すべき目標といったものを定めて推進をされているのか、これは高野政務官にお伺いしたいと思います高野大臣政務官。 ご質問ありがとうございます日本政策金融公庫が平成元年度から29年度までに、公庫から融資を受けた特定農産加工業者に対し、国産農産物の利用状況について聞き取り調査を行いました。 えー、そうすれば、現在使用量は約1万7000トンのうち、国産農産物は約1万4000トンであり、国産の割合は8割でございました。で、里見議員ご指摘のとおり、国産、とりわけその地域の農産物を使っていただくということは、大変重要だと考えておりまして、本法の支援措置を受けた特定農産加工業者、 が国産農産物の取扱量を現状より標準的な計画期間の5年間で2割増加させることを目的と目標といたしております、本法に基づく支援を通じて、引き続き特定農産加工業の国産農産物の利用を促進し、地域農業の振興を図ってまいりたいと考えています。里見隆二君ももう一つあの別なな観点なんですけれども この指定を受けた場合に、計画が認定された場合に、税制上の措置を受けることができると。でこれはの地方税と国税とあって、まあ、地方税についてはルール、ご説明がありましたが、実は、平成28年の3月末で廃止されていたあ生産設備の特別償却制度ですね、これが所得税法改正により、廃止をされているということでございます。したがって5年前のこの審議の場では、まだ現存していたわけですけれども、 これについて廃止された理由と、まあ、その後、特段、問題は生じていないのかどうか、併わせてお伺いしたいと思います塩川局長。今、委員ご指摘いただきましたようにです、ね、あの平成27年度をもってです、ねえー、廃止された特定農産加工品生産設備のです、ね、特別償却、これについては、経営改善計画に従って機械や装置を取得した場合に30、30%の特別償却ができるというものでございました。 でこの制度はです、ね、実はあの中小企業投資促進税制という、より有利なメニュー、これ実は100、100%を特別償却できるという、こういうものがです、ね、あの充実をしたものですからです、ね、逆にこの特定の加工設備の,です、ね、この特別償却のほうが使われなくなるんじゃないかということで,です、ね、廃止をしたところでございます。 したがってあの、まあ、より有利なものがあるものですから、あの特段の支障はなかったというふうに考えております、なお、税制のあり方につきましてはです、ね、社会経済情勢や政策ニーズの変化を踏まえまして、まあ、適時適切に見直しが行われていくものだというふうに承知しているところでございます。里見隆二君 あのまあ中小企業対策として、別途、しっかりとした支援がされているということでございました。これ、私、先ほどもいくつか論点として出ておりましたけれども、この特定農産加工業に限定せずにです、ね、やはりわれわれは食品製造業全体を見ていかなければならないというふうに思います。今日はあはお手元に資料を配布させていただいておりますいずれも農林水産省からいただいたあ資料でございますが、 ま結局食品製造業全体というのは非常に生産性が低いということが言われております。したがって、もちろんこの特定農産加工業についての支援、これはこの法律によって特別に支援をしていただくとして、すね。我々はやはり問題意識として、この食品製造業全体の生産性の向上を図っていくべきだとで、まずですね、今日配布をされている、させていただいている資料も含めまして、えー 食品製造業の生産性について、どのように認識をされているか、お伺いしたいと思います塩川局長。食品製造業につきましてはですね、あの多品種少量生産で、 労働集約的な作業が多いということからですね、多業種に加えまして生産性が低くですね、全製造業平均の約6割というふうな状況になっております。またの労働生産性はですね、製造業全体では中小企業の方が大企業のも低いというのは一般的でございますが、実は食品製造業ではですね、大企業でも低くなっているという状況でございまして、労働生産性の低さは中小企業だけの課題とは得えないというふうに考えているところでございます。 このため、直進制度業におきましては、規模のかんにかかわらずです、ね、新たな設備投資や経営改善の取り組みを促進し、生産性向上を図ることが重要であるというふうに認識をしているところでございます里見龍司君。まあこうしたその労働生産性、えー、ごめんなさい、生産性の向上と、また一方で先ほども話がありましたが、労働力確保と、まあ、こうした努力をされている中で、えー、昨年の臨時国会でも、私、ここでも質問しましたが、 いよいよこう特定活動、特定技能による外国人の受け入れということが本年度始まっていくわけでございます。そのときに、私も釘を刺す意味で質問をいたしましたが、しっかりと生産性向上、また労働力確保、国内人材の登用という育成ということもしっかりやった上での外国人の受け入れだということは確認をしておりますけれども、まずこの4月にすでに、 入国管理法の施行がもうすでに行われておりまして、えー、技能実習からの移行については始まっていると、また10月からあ海外から新規に受け入れるための特定技能実習試験が開始をされるということでございます、そのの状況、また準備状況について、お伺いをいたします塩川局長。 飲食料品製造,製造業分野におけます在留資格特定技能の制度につきましてはですね、今委員ご指摘いただきましたように、本年4月から開始されたところでございまして、当面、あの技能実習2号終了者からの移行がですね、見込まれているところでございます。 また、技能測定試験をですね、本年10月以降に国内外でですね、実施することとしておりましてですね、今後具体的な実施場所、それから日程につきましてですね、決定をしていきたいというふうに考えております。農林水産省としてはですね、飲食料品製造業分野において、即戦力となる技能を有する外国人材が早期に確保できますようにですね、関係省庁と連携しながら、しっかり準備を進めてまいりたいと考えております。里見隆二君。 私、外国人の受け入れはですね、あのまあ、業界的には非常に急いでおられる方もいらっしゃいますけれども、の準備をしっかり整えて、準備万端整えて受け入れていくということが必要だと思いますので、まあ、特に技能実習からの移行分というのは、それなりにむしろそこにあの滞りがあるとかえってご迷惑をおかけするということがありますけれども、まあ、10月実施ということを、 予定してということととですすけれどもしししっかりたた準備をお願いしたいと思い思ますで、まあ、こうした生産性の向上、そして労働力の確保、これは国内のみならず、外国人の受け入れということもいよいよ今年度、始動するという中で、まあ、これらの3つの項目をです、ね、うまくバランスをとって、えー、この食品製造業について、その進行を図っていくと、まあ、これが私ども、日本社会のまあ課題の一つだと考えます。 まあそこで大臣に最後にお伺いいたしますけれども、まあ、本法案の対象者はです、ね、特定農産加工資金などによって、えー、設備投資の促進が期待をされております。まあ、しかし、食品製造業全体について、この生産性向上、また賃金の引き上げ、そして労働力確保、これらを同時に進めていくような環境整備、これについてどう取り組んでいかれるか、大臣のご決意、ご認識をお伺いしたいと思います。吉川大臣。 えー、食品製造業はですね、えー、多品種少量生産で労働集約的な作業が多いために、その生産性は全製造業平均の約6割にとどまっております。このため、えー、農林水産省におきましては、食品製造業の生産性向上に向けて、昨年の4月に、 食品産業戦略を策定をいたしました。それはロボット、AI、IoT 等の活用実証への支援、さらには専門家による工場診断等への支援、食品事業者の生産性向上に対する意識改革等を目的といたしました研修会の開催等の取り組みを推進をしているところでございます。また、えー 飲食う料品製造業におきましては、この人手不足があの他の製造業にも増して高いことから、本年4月から新たな在留資格制度であります特定技能の対象として、一定の専門性、技能を有し、不足戦力となる外国人材を受け入れることにもいたしたところでございます。こうした措置に加えまして、特定農産化工法による 支援措置を活用いたしました生産性向上に向けた施設整備ですとか、機械のです、ねえー、取得なども促進もいたしておりますので、これらの施策によりまして、食品製造業全体のこの体質強化というものをしっかりとです、ね、今後とも図ってまいりたいと存じます里見隆二君、よろしくお願いします以上で質問を終わります。 義間光雄君、えー、一気の義間でございます、えー、先に法案関係から質問をさせていただきますがあの、質問用紙にもかなり詳しく書いて通告をしておりますから、えー、非常に分かりやすい答弁が聞けると思うんですが、この6次の改正案。うん これはあの冒頭申し上げますというと、法律そのものに反対するもんじゃありません、法律は大変意義のあるいい法律だと思います、しかしだからといって、こういう次元立法が毎年、事、え、件、ー、が来れば来るたんびに、ノーチェックというかな、延期されていいものかどうかは、また疑問を、議論を。 別にすするもんですねそういう観点から少し、えー、お尋ねをしたいと思うんですがあのまずこの法案が、えー、その EPA や FTA そういうものに対してどういう効果を期待しているのかまた法案があ次元立法延長される大きな理由に今までこの5年間で特定農産加工 の経営の環境が非常に変わってきたと、今言った二国間、他国の貿易等がいろいろありますから、変わってきたんで、この時期において、やはり延長して手当てしていくことは大事であるというようなことの認識を共通しますけれども、だからどういうことで、この法律が効果を出して健全な経営発展につながっていくとしているのか。 その辺の目標など、あるいはこうだというものがあれば、あるいはどう達成するかなどがあれば、お示しをいただきたいと思います吉川大臣答えて,てもいいんでまずですね、えー、私の方から、えー、この農産加工法の趣旨について、えー、改めて。あの 今、お伺いをされましたので、お答えをさせていただきます。農産加工費の関税の引き下げ撤廃によりまして、農産加工業の社のですね、経営に支障が生じる恐れがあると認識をいたしておりますので、このため、あの、本本本は、このようなあの支障が生じる特定農産加工業者に対しまして、金融及び税制上の支援措置を 講ずることによりまして経営のの改善をを促進すすするることと目的とするものでございますでまた、本法に基づく、うん、計画の承認にあたりましては、地域の農産物の利用の促進、または地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであることを要件といたしておりまして、本制度は国内産業のです、ね、発展に資するものであると、このようにあの存じております。 光君あの今のご答弁よく理解でできてるんですただ、私が聞きたいのは、ですねこういうのをこの単純延長というかな、目的をもっと具体化して、今、大臣お答えになったのは、それはずっと抑えてきたそのことですから、それというよりは、この5年間、平成36年までの間の5年間、 いわゆる経済状況が激変する、ね、そういう状況が予想、容易にできるんで、この法律の延長は必要ですよと、じゃあそのお、それは分かったけど、従来のものと、どこがどう変わって、えー、これを必要として、この5年間やっていくんですよというようなのがきっ、えー、けないと、どうも単純延長、北から延長せやと。 市場、えー、がそういう状況になってるから、経済環境がそうなってるから、満員じゃなく延長しよういうようなことであってはならないと、こう思うんですね。ですから、こういう法案、次元立法などという法案は、5年、今、これは5年おきですけれどそのたんびにチェックされて、それは政府も、恩恵を受ける業種、業界も、あるいは地方自治体も、私たちこの国会も、 みんなが一緒になってです、ね、この5年間でこの目標を達成して、願うとは廃案して、自立していただきたいと、こういう目標を持たんと、ね、この法律の趣旨に反すると思うんですね。ですから、さっきから単純延長じゃあ、ちょっとおかしいぞ、じゃあ、この5年間、えー、グローバル化されて、国際市場が変わってくるで、この法律を手当てすることによって、どういう変化が出てくるの いうことなどがないと単純現状になってしまういかがでしょうか塩川食料産業局長あ失礼しました吉川大臣はい。あの特定農産加工法のあの目的でありますけれどもまずですねこれは農産加工品等の輸入に関わる、まあ、事情の著しい変化に対処して 農産加工者の経営への改善を促進するための措置を講ずることによって、農業および農産加工業の健全な発展に資することでございますで。このために、この農産加工業者の経営状況がですね、他の食料品製造業並びに、並にですね、改善をされて、国産加工品のシェアが下げ止まると、 ともに国内農業者がこれらのものに十分なこの原料を供給することが目標達成の一つの判断材料となると考えているところでございますでこの目標達成に向けて農産加工業及び農業者がそれぞれ努力をしているところでもございまして農林水産省といたしましても本邦をはじめとする各種の施策に よりりりししっかとと支援をしてまいりたいと存じますここをあの今回のですね目標達成のための判断と、ぜひしていただきたいなと、していただくために、この本法を成立をさせたいと思っておりますので、よろしくご理解をいただければと、こう思っておりま儀間光夫君、中の水かけになりそうで。 えー、次に進んで時間があれば、またやっていきたいと思うんですが、それも受けてです、ねあのー、いわゆる金融関係もあるわけですから、支援措置の中で、えー、日本政策金融公庫からの融資など、低利長期、あるいは使用期、えー、こういう融資なども含めていくわけですから、かなりの,その経営強化はできると思うんです。 繰り返し言いますけれど、こういうのはやはりね、あの、もう一回言いますが、政府、地方自治体、業種、業界、国会、えー、含めて、早めに、えー、この意義は達成できた。目標が達成できた。政府用、自治体用、我が業界は、国会用、我が業界は、おかげをもって独立できる。これからは大丈夫だ、しっかりやるんだ。その分は別に回してくれというような環境を、 それぞれが目標を持ってやらんという感じですねそういうための法律だという認識をいたします。えー、次に行きますけれど、えー、EU と2月1日に、えー、契約発行して、いよいよ具体的に品物も入ってきて、すでに5万トンの肉が入った、2月以前に5万トンの肉が入ったなどということも報道されておりますが。 これ見てみますとね、EU からの農林水産物の輸入額はわ国の輸入額は1兆1035億です、数字間違いないと思うんですが、輸出額は423億、こんなに違いがあるのかなということで、今更さらながらびっくりいたしますけれど、そのうち EU から農林水産物は全体のこう1兆余りの、全体の中の14%程度であります。 したがってです、ね、政府のおっしゃる、この攻めの農業、それをやっていくには、どうしてもこの農林水産物の輸出を,輸出を拡大、強化していかなければならないと思うんですが、この26分の1に過ぎないとされるその貿易格差、これを埋めていく、輸出を伸ばしていく、そういうためにこの法律が、

えとまず EU 向けの輸出のですね拡大につきましてはですね非常に重,大重要だと思っております、あ特に本年2月に発行した日 EU ・ EPA によりまして、牛肉、水産物、茶をはじめとする輸出重点品目の完全が撤廃されるものですから、しっかりですね対応していきたいというふうに思っております、じゃあ、その EU 向けの輸出に対して、この法律はどういう効果があるかということがでありますが、この 法律自身はですね輸出を促進をするという目的ではございませんが、あの経営改善を図ることによりまして、ですね生産性が向上すると、あるいはあの差別化の図れるようなですねあの、えー、農産あ、加工品をですね生産をするということによりまして、ですね、えーまあえー、そのことによりまして、輸出に対してもですね、えー、拡大する効果がですね出てくるんだというふうに考えているといころでございます。間光雄君 いわゆる競争市場になりますから、これはあの、原価が非常に大事ですよね、コストが、生産コスト、販売コスト、そういうものがあ競,争競争の第一原理になりますから、そういう意味で、そういうことにきょうあの貢献していくには、やっぱりね、金融がこうして、えーさえー、その手当てされることが非常に大事で、コストが下げられて、市場競争がついていくと。 いううこととになると思うんですねそういう意味ので、この法律は私は効果が大変あるというふうに評価をするんですが、それではですね、そういう僕、前提や次前提に立つんですが、あのやっぱりねあの、そういうこともお手伝いをしながら、この法律がコストダウンに、生産性を上げてコストダウンにつながる方策として、どういう形で、どういう取り組みをする。 スケジュールなんて言えないと思うんですが、あそのやっていくんだという決意はあっていいと思うんですね、どうでしょうか。塩川局長 先ほど申し上げましたようにです、ね、まあ、日 EU の,、ね、の関係のです、ね、輸出の向けての,あの輸出環境改善が進む中で,です、ね、あの輸出拡大にさらに弾みをつけるためにです、ね、あの関係省庁と連携をいたしまして、EU 向けの輸出における重点的に取り組む内容を定め,めました、EU 向け輸出拡速化アクションプランというものを実は作ってございます。このプランの中で,です、ね、先生ご指摘のあまりスケジュール感というのはあまりないんでございますが、例えば一定程度認知度のある日本酒などにつき、 ましてはです、ねまあ、この迅速かつシンプルなです、ね、商談の機会を拡大をしていくということでできると思っていますし逆に EU でなじみの薄いです、ね、米のお菓子、ベーカー。 こんにゃく等につきましては、まず食べてもらうという、ですねそういう機会を増やすという、じっくり丁寧に売り込むという、少しあの先ほどのと違う、ゆっくり、ゆっくりというか、じっくりという、そういう少しスケジュール感でやらざるを得ないのかなというふうに考えておりまして、各品目認知に応じました具体的な取り組みを進めていく必要があるというふうに考えているところでございます今光雄君、ちょっと私の主が外れたけど、いいことをおっしゃいましたよね、ゆっくりじっくり、そうなんですよ。 日本食の食べ方はね、今、まあ、ちょっと外れるんですが、すぐ戻します、特に米においてはね、あの鍋釜持って、そのもみを持って、目的とする国行って、精米から始まって、鍋釜で炊き方、味付け、そういうものをやっていかないとね、なかなか普及しないと思いますよ、米10万トン、えー、輸出してるっていうけど、えー、9万トン先じゃないですか。 米壺1万トンしかない、こういう状況になるんですね。だからそういう意味では、その今おっしゃったこと、非常に大事なことなんで、えー、皆さんの方でもそういうことを手伝っていただければ、大変ありがたいと思いますから、ぜひ力を入れていただきたいと、こういうふうに思います。このコストの問題からさらにですね、今後、海外でのシェアを,シェアをこの広めていくにも、コスト競争が大事なんですね。 だから今おっしゃったようなこと,とも含めて、えー、例えば、えー、金利を場合によっては金利をもっと低金利するとかあるいは据え置きを今3年間だけど5年ぐらいやるんだと強烈なパンチを送っていただくというような、えー、こともやった方が、えー、これ5年間で一気にとはいきませんが目的に近づけさせるには そういう金融的な優遇措置をもっとやっていいように思うんですが、その辺どうなんでしょうか塩川局長えっとです、ね、先ほど申しましたように、流通関係の公庫、ね、からあ貸し出す金利で、今、一番低い金利でございます,んでです、ね、あので、今、これが限界じゃないかなというふうに考えているところでございます。な、えー、なかなか 一、えー、つの,その業態で改善していくのは難しいと思いますが、いずれまあそういう機会があれば、検討されていただきたいと、こういうふうに思います。それからあの、これ、確認するんですがあの、EU からの関税が99%、日本は94%、こういうことになりましたけれど、GI 承認のね、 今、日本からいくらで、EU からいくらぐらいになっているか、ちょっと数字を教えていただきます塩川局長えと、本年2月に発行しました日 EUP においてです、ねえー、農林水産物の GI につきまして、日本側が48産品が EU において、EU 側の71品目がわが国においてです、ね、それぞれ保護されている状況でございます。えー、日本側がが品目 EU で 逆に EU 側が71種もわが,が国でですね、えー、それぞれ保護されているというそういう、これね、僕は2月現在、その以後の数字は出ていませんが、僕は前の議会で確認したときも、48品、えー、1等2封1件だったかな、が出てないんで。えー などで、70品もこれ、言ってるような話も伺ったんですが、どうなんですか。塩川局長 あの、今申し上げたのはですね、あの、まさに相互の保護する認証品目でございます。一方で、あの、国内でですね、あの、登録されている GI の数はもっとそれ,それよりも多くてですね、あの、昨年の臨時国会で審議時点、これ11月29日でございますが、これ69品目でございましたがですね、あ、6 9三品でございましたが、新たに7三品追加されてですね、現在36道府県のですね、76 三品が登録されてございます。山田光君、後、はい、の残りの府県はまだ出てないんですか。塩川局長、えこれはももちろんあの各道府県からのですね都知事制がございますんで国はどうということはできないんですが我々としてもですねすべての。 都道府県で最低1品目はです、ね、登録していただきたいということで,です、ね、あの登録を流しているところでございま儀間光夫君。いや前回もそういう答弁いただいたんで、政府が特例して、平準化すべきだと私、主張したんですよ。特例してないじゃないですか、やりますとおっしゃっていたような記憶があるんですが、どうぞそういうことで、各、えー、都道府県から出揃うんだということにさやっていただきたいと思います。あの次にですね 時おととい、トンコレラ少しやりましたけれど、えー、昨日また情報がいて、ちょっとショックを受けたんですが、えーその、それを含めてです、ね、これからの補償の、ねえー、そういうものについて、あるいは融資、つなぎ資金などについて、 一体どういうことをしようとしているのか、農家だけでは大変きついと思うんですね、あるいはあの、えー、死んだボタに対しての保障など、どういう状況にあるか、メニューたくさんあると思うんですが、どういうメニューがあるか、ちょっと言ってください新井消費安全局長。 ええと、これらの発生により影響を受けました農家の方々が、慶応を続ける意欲を失わず、速やかに再開できるように対応してまいりたいと考えております。まず、具体的には、管畜疑似管畜につきましては、家畜伝染病防法の規定に基づきまして、原則として殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付するということにしております。この豚の評価額の算出に当たりましては、皮育トンであれば、地域の市場価格を考慮。 繁殖豚であれば、血統による価値や導入時の価格、対応年数等を考慮するなど、適正に評価を行っているところでございます。え加えまして、経済界に向かっての支援としては、いろいろなメニューがございます。え一つは、えー 家畜疾病経営維持資金というものもございますし、それから農林業務セーフティーネット資金によります定理融資といったもの、さらに加えまして、まあ、これらの対策を強化いたしますため、この維持資金の拡充、それに加えまして、豚丸金の生産者負担金の納付の減免といったものをやっているところでございます。さらに、家畜貿易補助基金に加入している社でございますと、新たに豚を導入し、経営を再開する場合には、 経営資金補助金の交付を受けることが可能となっておりましていずれもそれぞれ、えー、肥育トンそれから繁殖トンにおきまして単価が定められているところでございます今光雄君もう時間がないんで終わりますが生産長官うなぎどうするうなぎうなぎ池入れトン数いくらありますか、はい、去年今年これ。 時間が来ておりますので、簡潔にご答弁です、はいえー、本漁期のうなぎ養殖漁業におけます池入れ量はです、ね、2月末日で 9, 9トンとなっておりまして、これは不漁であった昨年同期の、えー、約5.8トンと比べると上回っているということでございます。満光雄君した 上智子君日本共産党の上智子でございます法案について質問いたしますえ、特定農産加工法はえ、農産加工品の輸入自由化によって競争関係にある国内の特定え、農産加工業者の経営を支援するために1989年に制定をされてまあ今回で6回目の延長となりますで、前回の改正以降日欧 EPA そして TPP11 などの発行が相次ぎました、国内のこの農産加工業者が置かれている現状について、まず大臣のご認識を伺いたいと思います吉川大臣特定。特定農産加工業は地域における基幹的産業といたしまして、地域農業に対して安定的な販路を提供するとともに、地域の雇用、所得機会の確保等を通じまして、 地域経済の活性化に大きく貢献をしております一方で、今ご指摘にありました TPP11 および日 EU ・ EPA などの国際環境の変化等によりまして、特定農産加工業者が生産する加工品の生産量が横ばいで推移する中で、輸入量が一貫して増加傾向にあるなど、依然として厳しい状況にあるものと認識をいたしております。 上智子君国産品が横ばいの中で、輸入が増えているということの厳しい状況って話がありましたけれども、そういう中で、この支援制度っていうのが、どういう効果を果たしているんでしょうか塩川食料産業局長。 農産加工品の完全に引き下げや撤廃によりましてですね、農産加工業者の経営に支障が生じる恐れがあるというふうに認識しております。このため、本法による金融及び税制上の支援措置はですね、このような支障が生じる恐れのある特定農産加工業者に対しまして、経営の改善を促進するということが目的としております。 また、本法に基づく規約の承認に当たりましては、地域農産物の利用拡大等によって、地域農産物の利用の促進、または地域農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであることということを要件にしておりますので,で、本制度はですね国内農業の発展にも資するものであるというふうに考えております上智子君、えっと。まあ、特定農産加工業者がまあ融資、そして事業税ですね。 事業所税ですね、この特例の,特,特例の支援を受けるためには、経済改善計画などを立てて、都道府県知事の承認を得ることになっていますけれども、この要件、あの承認要件について説明をお願いします塩川局長、今委員がご指摘いただきましたように、あの本法におきましてです、ねあの、都道府県知事が。あ 経営改善計画を承認をいたしますが、その承認に当たりましてはです、ねえー、条件ございまし要件ございまして、1つは計画の達成される見込みが確実であることと、それから地域の農産物の利用の促進、または地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであること、それから売上高、または経常利益の伸率として、年平均1%を上回る目標を定めるものであることと。 いうことについて、都道府県において審査を行っているところでございます。上智子君。まあ、あの農業加工業者が地域の農産物を利用することによって。地域農業が、まあ、維持発展していくっていうことは、やっぱり大事なことだというふうに思うんです。で、まあ、そういう意味では、引き続きですね。これ、の、農業、えー、生産加工業者への支援とともに。あの、その、やっぱり、元となる。地域農業の活性化っていうところを。 あのしっかりとと策を講じていいたただきたいと思いますで次にですね、輸入重化みかんの,この産地に与えた影響についてお聞きしたいと思います。あの愛媛県のみかん農家は、オレンジやオレンジ果汁の輸入重化によって、例えば、温州みかんの,です、ね、この価格低下に苦しんで、加工仕向けや、えー、晩あ違う中盤缶ですね。 類への転換で生き残りをそれであの3年前になるんですけれども、あのまあ、ポンジュースで有名な愛媛のです、ねえー、株式会社愛媛飲料の松山工場に調査に行ったことがあるんです。で工場で,です、ね、生産される果汁の原材料の実は9割近くが県内のみかん農家から搬入されているというふうに聞きました。1989年の 特定農産加工法の制定以来、ですねこの愛媛県の温、えー、州みかんの収穫量、それから販売、農家個数がそれぞれどういう状況になっているのかということをお聞きしたいと思いますはい枝本生産局長。お答え申し上げます。えー、愛媛県の温の州みかんでございますが、えー、収穫量につきましては、あの1989年産の31万5300トンから、えー、2017年産の12万トン。 300トンへ減少、携帯数につきましては、1990年の2万835個から2015年の7092個へ減少してございます、運襲未開につきましては、昭和40年代後半から過剰基調となりまして、価格が暴落したことから、オレンジおよびオレンジ果汁自由化前の1975年から、肺炎の促進や高品質な中盤缶等への転換を進めまして、 需給の均衡を図ってままいりました近年におきましても、食生活の多様化等もございまして、温州みかんの消費量自体も減少し、国内生産とともに輸入も減少してございますので、収穫量や形態数の減少は、国内の需給構造の変化によるところが大きいものというふうに考えてございます上智子君。 まあ今、ご説明ありましたけれども、1989年以降ですね、この同じ年の収穫量31万5300トンを上回った年がないんですね、ずっと下がってきていると、減少傾向が続いているわけです。で愛媛県のみかん農家は、1991年からオレンジの輸入重化で安価な輸入オレンジとの価格競争にさらされて、まあ、廃業する農家もたくさん出たということなんですね。 それで愛媛飲料のさっき紹介したあの松山工場は、最盛期がですね20万トンのみかんを受け入れていて、工場で50台の作重機、50台の作重機を24時間フル稼働していたという話なんですね。ところが3年前にあの訪問したときには、温州みかんで1万トン、中盤間を加えて2.5万トンまで減少していると、16台の作重機で8時間稼働と。 いうことを見てもです、ね、もう収穫量としては本当に激減しているんだなということを実感いたしましたで、みかんの果汁の削重量のピークというのは、1979年で22万8000トンで、近年は2万トン前後ということで、10分の1まで減っているということなんですね、2018年にはポンジュースの原材料となる、えー、国産の温州 あの州みかんの生産量の減収などを理由にして、えー、11年ぶりだそうですけれども、11年ぶりに値上げをせざるを得なかったということです、それで輸入自由化の結果ですね、やっぱり生産基盤の弱体化を招いて、国産の原材料が不足する事態っていうことになってると思うんです、で今回ですね、日曜 EPA の発行でね、例えば国産チーズが大きな影響を受けることになるわけですけれども、これ、酪農家の離農が相次ぐ。 中で、生乳生産も、やっぱりこう、みかんと同じように生産基盤の弱体化につながるんじゃないかというふうに思うんですけれども、これはあの大臣、いかがでしょうか吉川大臣、えー、牛乳、乳製品に関する日 EU ・ EPA の合意結果において、例えばチーズでありますけれども、ソフト系はこの横断的な関税割り当てとし、 枠数量は国産の生産拡大と両立できる3万1000トンの範囲にとどめるとともに、ハード系でありますけれども、これは16年目までという長期の関税撤廃期間を確保いたしております。そういった処置もですね、獲得をしたところでございます。他方、チーズやホエーの関税削減や撤廃によりまして、長期的には 加工原料入,入荷の下落も懸念をされることから、えー、総合的な TPP 等関連政策対抗に基づきまして、えー、省力化機械の整備等による生産コストの削減ですとか、あるいは品質向上などの酪農の収益力、生産基盤の強化を推進をしていますとともに、 今経営安定対策といたしましては、生クリーム等の液状乳製品を、加工原料理の生産者補給金制度の対象にあの追加もいたしております。そしてあの単価も一本化をいたしておりまして、これらによりまして、万全の対策を講じていくことといたしておりますけれども、こういったことをですね、踏まえまして試算をいたしましたところ、引き続き、 生産や農家所得が確保されて、国内生産量は維持されると見込まれているところでもございます。引き続き、あの、酪農家の方々の不安や懸念を払拭をしていかなければなりませんので、まあ、新たな国際環境の下でも安心して再生産に取り組めますように、対処をしっかりしていく考えでございます。上智子君。 あの国内の生産者はね、あの何とかしようと思って頑張ってはいると思います、そしてあの、まあ、今お話しされたんですけれども、TPP も日曜、EPA もです、ね、これ、政府は影響が出ないようにね、いろいろ対策を打つんだと、だから大丈夫だということが話をされてるんですけれども、あの生産者、現場の生産者は本当に不安でいっぱいですし、先行きがね、なかなか見通せないということも発 言っておりますからそういうやっぱり状態であるってこともちゃんと受け止めるべきだと思いますで次にですね、食品製造業における国産食材と輸入食材との関係について聞きます農水省が産業関連表をもとに作成をしている食品製造業に投入される食材の金額の推移という資料がありますねそれでこれは食品製造業が 加工食品を生産するために原材料として用いる食材の金額を国産の農林水産物と輸入とに分けて、1980年から2011年まで5年間ごとに集計して、えー、記載しているものですで。2000年以降は輸入の農林水産物が増加をしていると。で国産の農林水産物が減少しています。ですから、えー、2011年、まあ、平成23年と2005年、 えとですねえー、平成17年ですか、比較しても、国産の農林水産物の金額というのは、マイナス5.4%、一方、輸入の農林水産物の金額は24.4%増加しているわけですで、国産の農林水産物がこれ、輸入に置き換わってきている理由は何でしょうか。塩川局長 委員の御指摘のとおりですね、あの、産業連関表によりますと、2005年のですね、2005年から2011年にかきましてですね、食品産業事業者が使用する国産の林水産物の金額が5.4%減少する一方で、犬品の金額が24.4%増加しているところでございます。これはまあ、あの、近年、食の勘弁化、あるいは外部化、思考背景にですね、中食、外食の量が増加している中で、これらの業種におきまして、コスト面、 あるいは取り扱いのしやすさという面から、輸入原料を使用する事業者が多くなっていることが、要因の一つではないかなというふうに推測しているといころでございます上智子君。あのまあ、今、そういうね、そういう原因じゃないかっていうことで、要するにコストを下げようと思うと、どうしても輸入にね、この置き換えるっていうことになっているっていうことがあるわけですけれども、そうすると、特定農産加工法の目的っていうのは、これ、国産の、国内の加工業者に対して、 農産加工品の輸入に関わる事情の著しい変化に対処して、経営改善を促すものだと、でまあ、必要ではあると思うんですけれどもね、しかし、この間の輸入重化によって、国内の農業生産に大きな打撃を与えてきたということは言うまでもないしあの、やっぱり本当は国産を増やそうっていうあの意図から言うとね、そうなっていないと、で改めてですねやっぱり歯止めなき輸入重化っていうのは、このままその、そこは放置したままですね、やるっていうことに、 な,るならざるを得ないということで、そういうやっぱり輸入自由化ってことでは、やっぱりこうストップをかけなきゃいけないっていうふうに思うわけですよ、で今求められているのは、地域の農業を振興して、地産地消を進めて、食料自給率を高めるっていうことを、本当にやっていかないと、大変じゃないのかなというふうに思います。それととちょっと話はあの少しし角度変わるんですけども昨年です、ね、西日本豪雨災害が発生をして 愛媛県ののの島市の吉田町のみかん畑が崩壊した場所をの斜面にです、ね、設置をされた農業用のモノレール、これ、はの土砂に埋まったり流されたりして被害を受けたわけですけれども、このモノレールの修理を行う業者も少なくてです、ね、当時は収穫を間近に控えて、順番待ちでいつになるか分からないという声もの出されていたわけです。 で果樹、茶ですね、の産地の再生支援対策があるんですけれども、これで行った取り組みと効果について、報告をしていただきたいと思います枝本生産局長。お答え申し上げます。昨年7月の西日本豪雨によりまして、今おっしゃった輪島をはじめとして、愛媛県の柑橘産地では、土砂崩れによります自塩地の崩落に加えまして、農道の寸断、 収穫物運搬用モノレールの破損等の被害が発生いたしましたので、あの、先生ご指摘のとおり、あの、崩落をまな,がるまながれた園地でもあの収穫が危ぶまれておりました。このため、あの、私ども、あの、被災者、被災農業者向け携帯育成支援事業によりまして、 モノレール復旧を支援いたしますとともに、モノレール工業,化工業協会に対しまして、被災地へのモノレール技術者の優先的な派遣を要請してまいりました。またあの、モノレールの復旧が間に合わない園地については、今ご指摘ございましたあの果樹茶産地再生支援対策によりまして、まあ、人力による運搬も想定をいたしまして、収穫物の運搬作業を行うために必要な雇用労賃、運搬補助機材のレンタル経費等の支援を措置してまいりました。これに加えまして 農家自から修復作業を行う等の産地の懸命の努力、またの収穫ボランティアの活躍によりまして、多くの産地で収穫物の運搬が可能となりまして、姫県の平成30年産の温州みかんの出荷量は、前年産と同定と確保されるなど、徐々に復旧が進んでいる状況でございます。農林省といたしましては、果樹農業の復興には長い時間を要しますので、生産者の方々が希望を持って産地の再生に取り組めますよう。 今後も引き続き、現場の状況をよくお聞きしながら、継続的に支援を行ってまいります上智子君。あの今、継続的な、ね、支援をやるっていうことだったわけですけど、被災されたそのみかん農家の方からは、農地の復旧には公的補助がついてありがたかったと、しかしながらですね、現在も山林の倒木や、えー、土砂の流出がまだそのままになっていて、山林所有者の負担によらなけ頼らなければならないと。 で山林の復旧が進んでいないというふうに言ってもいるんですね、で西日本豪雨の災害の山林復旧への支援というのは、まあ、期限は終了したというふうに聞いているんですけれども、その後の台風被害も含めてです、ね、山林所有者が不明で手がついてないと、手付かずになっている場所が多くあるというふうに聞いています。 吉川大臣あの豪雨や地震等によりましての、この林地の崩壊や土砂の流出等の山地災害が発生をしました広、えー、廃森林において、えー、再度のです、ね、災害を防止して、国民の生命、財産を保全するため、地産事業による復旧整備も実施をしているところでございます。 所有者があの不明な荒廃森林につきましても、森林法第45条の受任義務等の規定に基づきまして、地産事業を実施することが可能で、えー、ございます。いずれにいたしましても、えー、関係自治体と連携をしながら、必要な復旧対策をしっかり進めてまいりたいと思います。えー、そしてあの、国民の安全安心の確保に努めてまいりたいと存じますので、 具体的なあの箇所がご指摘をいただけますれば、即座に対応もしてまいりたいと思います上智子君あの。ぜひお願いをしたいと思います、昨年の8月の日本農業新聞で、えー、近隣産地の若手農家で作る団体が、この宇和島市の、えー、吉田町のですねみかん農家を支援しようということで、ボランティアで適化作業を行うとか、助け合いで産地を必死で守っているという報道がありました。 で産地を維持する上で、さまざまな課題があるんですけれども、やっぱり地域が一体となってです、ね、この愛媛のみかん産業を守りたいということで、頑張っておりますので、引き続きです、ね、被災地の復旧、復興への支援を、えー、求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました ほかに発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手をお願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご意議ございませんか。ご意議ないと認め、作用決定いたします本日はこれにて散会いたします。